はいどうもー、皆さんこんばんはー。こんばんはー。はい、2月9日火曜日、本日は気候な平塚店よりパーラー平塚始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。しゃーどういうシャーってなの？えシャーってなのやる気がすごいあるの素晴らしいことですけどねはい、ということでね、本日もやっていくんでね、ぜひとも皆さんね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、平塚の皆さん、曲がれ以来ですね、こんばんはー。あーこんばんは、曲がれね、ありがとうございます。名言生まれましたね。いやもう本当に各所でね、もう法人を飛び越えて言ってもらって本当に偉い迷惑ですけど、ありがとうございます。いやいやいや、もう本当に何してくれてるんですか法人乗り越えてって法人乗り越えこれでしょ。えこれでしょ。違う違う、これがこれ平塚フィー、平塚フィー発生しないやつ、発生しない、ありがとうございますね。おにぎりどうもってね、ゴーラムロイドの皆さん、先週デッソでも、デッソでももだえた京枯れさん、こんばんは。どうもこんばんは。待ちきれずにお休みなさいってね、こんばんは。地獄少女、キクリ、地獄祭り打ちますかということね。おお、じゃあ打ちますか。あ、もう決めきまあ一応今日ね、アンケート取ろうかと思う。そうなんですよ、一騎手は決まってるんですけどもね、他のもう一騎手ね、どうしようかということ ね、 そうですね、考え中なんで ね、 ね、ぜひとも皆さんね、おにぎりその紙、失礼、俺のおにぎり来たーってね、アズールだけか、久々に見たってことね。おお、知ってる人いる。知ってる。嬉しい。すごいですね。伊勢崎ドリーム。まあ、ね、間違いじゃない。間違いじゃない。いや、誰か知ってる多分。はい。設定ななさんじゃない。あ、設定ななさんですかね。どうですかね。違うかな。いや、ちょっと違いますね。あ、違う。あ、まあでもその後に来てますね。和骨伊勢崎にいた、アズールさんちゃんってことね。これ設定。嬉しい。ありがとうございます。はい、アンケートはよとね、ありがとうございます。はい、髪型そっくりじゃねってね。こんばんはってね。今日はキコダンスコンビですかってことね。あ、CM そうですね。あーね、あ、確かに。アズールさんも出てたんですか。はい、出てました。実は結構出てますね、関東の人。なことないですよ。あ、そうでもない。なん全然怖いのレスポンス。関西で出てたんですけどね。あ、なるほど。そうなんだ。関西にいらっしゃってるんですね。はい、ありがとうございますね。で、本日は一応この二人。はい、ですか参加するのは。ええってなんで、ごめんなさい、このままじゃ喧嘩になるこのままじゃ喧嘩になるんでね。いやいや、じゃあすみません、自己紹介はお願いします。はい、はい、鈴丸です。はい、よろしくお願いしますシンプルなんかもうちょい言うかなって思うじゃないですかね。独身です。はい、独身、まあ、独身か、独身ある意味、はい、そうですね。お相手はちゃんといます。はい、お相手はいるけども独身です、ね。独身です。はい、よろしくお願いしますね。強く独身をね。はい、ゴラムはってね、著白海はよってきますね。ありがとうございます。すげえな、やっぱ著白海。CM の人だとね。はい、圧力さんいつの間に変な髪型になってますね。こんばんはってね、おにぎりですよ。ね、いやもう顔が変だよ。おい。え親もいるんだよ親がいて俺がいて子供はわかんないけど、うん、今後 ね、 ね、今後ね、今後ありますから。はい、じゃあすいません、もう一人お願いします。はい、先月からですね、はい、石崎から来ました、はい、中村ことアズールと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おにぎり、おにぎり、中村おにぎり、アズール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 、中村アズール、中村アズールじゃない、なんかあれじゃん、マンションの名前みたいじゃん。そうですね、なんかアズール、アズール中村みたいな、6棟ぐらいありそうな感じですよね。いや、よろしくお願いします。お願いします。はい、おにぎり顔どうしたなんか臭そうだな、もう関係ないじゃんもんね。アンケートはよってね、スーマルさん頑張れ、おにぎりさんは適当にどうも。ありがとうございます。昨日、コムが、TK のいいとこ見せられずに終わったので、平塚は見せ場頼みますよと。そうですね、お任せください、まあ、コムぐらいじゃ無理ですよ。そうですね、いや鈴丸クラス。そうですね、ねいやちょっとさ、はい、あんま知らないのよ TK が。あ、はいはいはい、はい、この、まあ、スペックは大体わかるんですけど。そうですね、まあ、まあ、でもまあ映像はね、まあ、ライブとか流れる感じなんですよね。とりあえずAAA の、はい、ウォーウォートナイト聞きたいなって感じなんですか。あ、なるほど、はい、トリプル A のウォーウォートナイト、うん、あ、歌ってんすか。確かあったはず。あ、じゃあそれちょっとね、浜ちゃんばりのやつね、おい、顎どこ行ったってね、ゴラムはーってことね。ゴラムはですね、はい、寝屋川に飛びました。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。ということでね、ゴラム手帳誠にお疲れ様でした。お疲れ様でしたってことね。まさか僕も会えずに。そうですね、ちょっとね、まあ、急遽だったのでね、はい、はい、ということで残念ながら、ちょっと別の店、ね、寝屋川店ですね、はい、寝屋川店の、 店長そうですねさんということで ね、行ったので、ちょ関西にもうもういるんですか。なんか今横須賀で遊んでるみたいです。遊んでる遊んでるっておかしい。はっはっとかね。そうなんですよ。だからまた平塚店には新しい店長さんが、はい、来ます。今後いらっしゃるということでね、
いや本当あのグランさんとの思い出、はい、僕です。関西まさかの関西に僕です、僕です。ついに、ついにですか？まあ、別にいいですけどね、全然ね、はい。そんなそんなそんな。あ、ほんですか？そんな全然違う、ね。マジってね、まさかのあんちゃんとかね、おにぎり先週横浜の横須賀の、デソースどうでしたとかね、いややばかったですよ。横須賀？横須賀の先週僕行ったんですけど。デソース食べたんですか？いやなんかあの粉、魔法の粉。はい。なんかもうあれやばいですよ本当に。魔法の粉？なんか呼吸できないんですよもう本当に。中尾にある唐揚げにかけるやつ。あ、違う違う、あれは美味しいやつ。あれは美味しいやつ。俺それだと思った。美味しく違う違う、美味しくない辛いやつ。美味しくない辛いやつですよね。本当に、いやマジあれはね やばかったね。皆さんもぜひね本当に気をつけて。で、スーマル何歳ってことね。何歳に見えます？はい。よく言われるんですけどね。はい。うん。まあ、35ぐらいですかね。そうですね。はい。はい、ということでね、おにぎりさんあったらぶん殴っていいですか？いいですよね。アズールさん、気候のダンス集団の中の右側ですよってことね。ご紹介ありがとうございます。ね、ありがとうございますね。おにぎり。僕関東のセンターですけどね。ドセンターですよね。ドセンターですよ。ドセンターですよ。すずちゃんですもんね。すずちゃんです。すずちゃんですからね。おにぎり水曜のデスね、あれやばいね。ゲーおにぎり寝るあっちゃん、仕事しろってね。スーマル最近親分みたいな体になってきたねと。ね、よく言われるんですよ。ね、けど、ね、さっき年の話もありましたけど、はい、僕こんな顔してこんなボディしても、はい、あれですかね、アズールさんより一個下ですからね。はい。ここの差ね。ここの存在感と差が違いますからね。絶対に。はい。皆さんはトリプル A の、女性はどっちが好きですかとね。あのね、昔いたね、女の子よかったんだよね。あ、今もういないですか。そう、変わっちゃったんだよね、はい、トリプル A で。じゃあまあ特にって感じですかね。アズルさんは世界の終わりの女の子が好きですね。はい、トリプル A なの。トリプル A なの。お俺びっくりした。大丈夫か、びっくりした今。超突っ込んで欲しかったのに。なんかクソ正統派来てる。いや今日ね、今ね、はい、おにぎりの間良かったよ。あ、本当ですか。俺今の良かったと思う。ちょっと気持ち良かった。いや普通に俺びっくりしちゃったんだ今。ね、だそうですよね。ハッハッとね、おにぎりってね、マジかってね、ゴラム左遷ってことね、まあ一応ね、あの店舗が変わるということでね。いや別に左遷じゃないですよ。左遷とかじゃないですよ。まあそのまま店長ですからね。まあ強いて言うなら、はい、この前の放送の曲枯れが影響したっていう。おかしいでしょ、曲枯れで。いやいや別にあれは聞こえなさんじゃない、俺の額がないって話ですから。いやもうあれが影響して。本当ですか。いやもうじゃあ全国に広げて、もう全国の役職者全部どっか行く。海外に全部流出させてやるからもねえ。はい、本当に、ゴラムロイドじゃなくなるんですかとか。そうなんですよね、すよ残念ながら。すいませんね、次の店長もハゲてますか。それは分かんないですね。いや次はですね、はい、お若いですよ。お若い、はい、ヤングメン。私の一個上なんで。あら、お若いって分からないでしょ。そうですね。40前エミみたいなね、そんな感じありますけども。40手前か、手前、はい、30後半かみたいな、はい、そうですよね。はい、ということでね、まあ新しい店長さんが来るということでね、はい、皆さんもぜひお楽しみにしてくださいと思います、はい、さあじゃあ早速告知の方から入りたいと思います。はい、はい、まず一発目いっちゃいましょうか。そうですね、はい、2月11日11時オープン、はい、まあ金馬車ですね、はい、はい、元金馬車江戸崎店が、ね、はい、なんと気候のに進化します。はい、おっおっ、総台数400台、グランドリニューアルということでね、2月の11日、はい、バトラーです。バトラーバトラーバトラーの時に11時オープン、はい、おっとなっております。はい、抽選券はあんのかな。どうなのかな。店舗に確認してみてください。そうですね、はい、で続いてね、12、13とね、はい、12日は10時オープン、はい、なんと13日、うん、14日、はい、土日9時オープン、はい、となっております。はい、なってますね、はい、なんでね、皆様お近い方はね、はい、はい、ぜひともご来店していただいて、はい、まあ、近くない方は、近隣の気候内に来ていただければ、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ぜひともよろしくお願いします。気候な江戸崎店ですからね、皆さん、はい、江戸崎店、お間違いのないように、はい、ということでね、はい、じゃあ続いて、じゃあ平塚店の告知。この流れで何すると思いました。それ告知でしょ。おかしいおかしいね。曲柄のせいかおにぎりも止めてね。まさかの沙織さん笑ってね。曲柄って何ですか。先週の放送でね、あの見てください。アズールの射程感半端ないなと。確かにこの、確かに。いやいや、そんなことない、そんなことないです。ねえ。じゃあ行きますか、はい、告知。はい、告知。じゃあアズールさんお願いします。はい、じゃあこちらから、昨日ですね、月曜日新代理会となっておりました。はい、で、導入騎士ですね、もうこちら見れば分かると思うんですけども、はい、まあ左から地獄少女、はい、キクリンですね。キクリン、キクリンの、はい、でこちらマクロス、はい、でエヴァンゲリオン、はい、プレミアモデルで、あと下にもあるんですけども、はい、ちょっと見づらいんですけども、うん、本日やる予定の TK ですね、はい、プロジェクト TK、はい、と、海
はい、CRA 海です。はい、海、で、こちらヤマト、はい、オンリーワン、はい、でスロットから忍者ガイデンと、お、いいですね、なっております。はい、もろもろね、信頼が入ってるということで、はい、よろしくお願いします。さらに、さらに、こちらですね、はい、神奈川パチンコスプリングフェスタ、可愛い女の子、はい、3名、かなゆうきょうですね。かなゆうきょう、はい、無理やりすぎだよ。神奈川神奈川ゆう、はい、かなちゃん、個人的にはかなちゃんですかね。はい、なるほど。いや、ゆうちゃんだな。いや、誰も興味ないです。誰も興味ないです。俺もかなちゃん。盛り上がんないだろ、その話。やめろやめろ、 3D の話にしろ。だって、おにぎりどれがいいの。僕はやっぱかなちゃん。はい、12日ですね。はい、12日、13日、14日、はい、こちら開催となっております。はい、はい、お願いしますね。はい、お願いいたします。はい、ね、海見たいだよね。魔法の粉、警察に、連絡させてもらいます。いや、清原のやつじゃないんで。大丈夫です、合法のやつですね。やめろやめろやめろ、その話出すのやめろ。そうですね、その影響でどっかのメーカーが大ダサいかってね、いろいろありますからね。スーマル親分、こんばんはとね。おい、こんばんは。はい、こんばんはね。スーマル、中市のぶっこみは今日はありますかと。いやー、中市のぶっこみないっすね。ね。そんな、やっぱね、毎週会ってるわけじゃないからね。まあ、そうですね、なかなか難しいですよね。ゴラムが いなくなった おにぎりもついでにタンザニア支店に飛ばされろとかね。間違いない。いや、ないね、ない。間違いない。もう俺平塚ラブとかね。いや、結構です。はい、結構です。今日開いちゃった。ね、誠です。大阪、生野区から見ています。寝台の海が見たいですってことですね。あ、ごめんなさい。海ね、めっちゃ遠いところにあります。めっちゃ遠いなんですよ。今日はね、だから TK 中心にやってくんでね、すみません。はい、ゴラム将来性がないって言われて、絶望してんのかなとかね。それ俺が彼女に言われたやつ。俺が元カノに言われたやつね。今日書いてないですからね。まあ、確かに将来性ないわな。そうですね。おい、頑張ってくんだよ。俺の人生この先あるんだから言わないあんまりね。はい、アズールさん、ネクタイいいね。おしゃれってですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これですね、はい、いいですかね、言っちゃって、うん、実はディズニーなんですよ、これ。マジっすか、やべえ。実はわぁ、おしゃれ、ね、いいっすか、薄いおしゃれ。見えます、見えます、グイグイ来るぞ。アズール、おしゃれ、マジで、はい、あ、あ、あ、はい、ちなみに、はい、タイピンも。マジっすか、すげえ。え、実は、え、好きなんですか。いや、これですね、初心祝いで部下が、はい、あ、くれたやつなんですよ。なるほど、あ、それは嬉しいですね、はい、ディズニーのやつ。いいっすね、へー。ちょっと平塚に来る人すごいな。だってね、ディズニーでしょ。はい、ね、アゼックスは、はい、トトロにトトロだったよ。あ、トトロにトトロ、へー、ジブリ、ジブリ、へー、ジブリ、ジブリ。なるほど。まあでもね、いいですね、そうやって、これ何があるかわかんないもんね。そうですよね、なんかそれ。汚ね、汚ね、靴下的なやつ。汚ね肌。まあまあね、はい、まあいいですよね、そういうね、ドンって書いてあります。はい、おにぎり曲があれってね。ちょっと待って、よくわかんないメーカーの話。ドンドンドンキードンキホーテー解散。解散、早く始めますよ。第2見たい人もいるからね。そうですね。はい、ということでね、まあ本日は先ほど言いましたように、CR プロジェクト TK、 えプロジェクト TK、 はい、 X、 X、じゃあ早く打たないと。ね、ふざけてるのもいいけども、はい、TK を打っていくということで、はい、まあ、一応最初これ1台で打っていく感じで大丈夫ですか。いや、どうします、あれ、大丈夫ですか。じゃあ、はい、ちょっといろいろあるんで、はい、うん、最初打ちますか。あ、そうですね、ちょろ打ちして大丈夫ですか。そうですね、じゃあそうしましょう、はい、打ちましょう、そうしましょう。じゃあ TK 譲ります。はい、あ、いいですか。いいですよ、トリプル A いいんすか。だって後でどうせ TK 打つんで、きっといなくなった間に。はい、じゃあ一番最初 TK だけでいきますか。 TK と、あ、じゃあさっきのね、すいません、ね、これアンケート、これね、この3台からちょっとね選んでほしいと思います。はい、鈴丸清原っぽいねとね。いや、どこがだよ。はい、ね、解散早っとね、CRX ジャパン打ってくださいね、TK 早っとね、ちょっと待ってくださいね。はい、海見たいってね、おにぎり曲がれとね。はい、どこの店舗が、変わるのかなとね、あれですね、江戸崎店の方がね、はい、ね、変わりますとね。はい、おにぎりのせいかってね、ゴラムいなくなったか、おにぎり歯を食いしばれてね、ぶん殴んないでね、そう、カップ麺のせいかってね、今回のエヴァしんどいわってね、海見たいってね、でも YouTube っておにぎりと違って頭いいよってね、曲割れって検索しても曲がれて出てくるもの。なるほどね、いや大丈夫です、ね、さあ、じゃあちょっとね、アンケートの結果早速見てみたいと思いますよ。はい、じゃあ何でしょうか、こちら、ババンババンバンバン。はい、あれですね、エヴァ10が 35%、 キクリが 42.1%、 なでしこ 22.8% ということで、キクリで、キングオブ競馬が 120% 出てね。なるほど、 100% 超えてますから、 122% になっちゃうからね。じゃあキクリ打ちましょう、はい、キクリで
行きましょうかね、はい、ということで、はい、本日もねやっていきますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。じゃあ CM 参ります。はい、ってことですいません、ちょっと今ね準備中ですね、少々お待ちください。さあキクリとしょこの辺かな。はい、新遊興ってね、はかなちゃんおにぎり無理ってね、鈴丸その清原の話もっと詳しくてね、ないよ。はい、アズール店長昇進おめでとうございますとね、まさかの、ね、新しくあいるすげえぶちまげしたちょっとごめんなさいね、今ちょっとね、はい、事故です、事故です、はい、バーストしてますんでね、面白い、面白いねって、はい、いいっすよ、ゆっくりやりましょう、面白いはい、ということでね、じゃあ早速、キクリの方打っちゃってもらって、まだ、温まってない、準備中、はい、準備多いなはい、ということでね、こういうさ、やっぱグダグダした時もさ、はい、ね、楽しまないと。確かにそうですね。後頭部取ってないよね。いや、それ気をつけてください。ね、どれどれとね。今来ました、ハーゲー平塚の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは、ありがとうございますね。はい、リトル清原の営業がどんどんキャンセルされてるので、雇ってあげてくださいとかね、あ、ワンチャンありますね。あ、そっか、いや、かわいそうだよね。しょうがない、ね、タイミング的にしょうがないですね、こればっかりはね。はい、おにぎりさん、将来性がないって、言われて振られたんですか、衝撃とかね。まあ、将来が見えないって言われましたね。はい、アズールおめでとうとね、解散。ゴラム関西ってことは、関西のキコちゃんに出るのかな、まあ、出る機会もしかしたらあるかもわかんないですね。はい、おにぎり汚ねえ面してんだ、どうも TK ってね、もう台いらないからオープニングで2時間やろうぜって、そんな持つ確かにそれもいいかもしれない、ね、預けんとね、あ、すいません、これ間違えたあ、だって預けんさん、預けんさん来れたら来んじゃん。そうですね、だから もしかしたらワンチャンあるかもってことです。はい、モンゲーってね、魚民配信はよ、それってどれってね、解散はよってね、 TK いいよ、居酒屋配信しようぜってことね、 TK はよ、ね、居酒屋配信しようよ。居酒屋配信ね、なかなか、まああんましょう、あんまってか ないですもんね、あのやったこと。そうそうそう、はい、じゃあ今日やる、今日やっちゃいます、ワンチャン。じゃあ今日は打つのやめて、ね、打つのやめて、ここでこういうさ、こういう台のさ、うん、はい、いや、この基盤がねとかさ、なるほど、パチンコの中身を知ろうみたいなね。あずけんさんで出るのって、まあ、時間があれば出るかもですね。にこ生おじさん出るの、ネタバレかってね。あつろくさん、痩せたおにぎりですよ、ね。きくり、やっぱり見たい方が多いですね。そうですね、あずけいるのか、あずけん、すーまるさん、すーまるさん、俺です、設定なんです。課金くんがスロモンハンで負けたらしいですよとね。スロモンハン、はい、スロモンハンで負けたということ、はい、結構あ、けど、いや、めっちゃ買ってるらしいっすよ。あ、そうなんですか、伊勢崎で調子いいみたいな。そうそうそう、ね、おにぎりといえ、おにぎり TK といえばってね、竹尾菊池ですかね、はい、見たいかじゃないのかってね、TK、その基盤、はい、財布一緒、あ、OK ですかね。何言ってんの、え話噛み合ってない、話噛み合ってなかった、すみません、全然噛み合ってない、ごめんなさい、ごめんなさいということでね。はい、じゃあ間もなくね、門芸、どん門芸、はい、見たい方じゃないのとね。さあどうですかね、注目度的に。ちなみに TK、何台入ってますか。1でキクリが1ってことね。あんま大きな声で言いたくない、取り合いですよこれもうね。キクリ、はい、来た来た、ね、もうちょっともうできるよ、はい、もうちょっと待ってくださいね、すいません、もうできるということでね、もう2月です。そう、てかあれですよ、もうあと3、4日したらあれですよ、今週末はバレンタインデーですよ。あー、そっか、全然興味ない。マジっすかあれ、ちなみにアズルさん、彼女いるんですか。います。あ、いる、います。あ、じゃあもう 100% もらえるじゃないですかまあそうですね、ねえすごい顔してるねえ、いや僕はもう年末にもう全てが終わったんではい、ちょっともう誰か来んねえかなと思ってね、少ねえとかね、鈴丸とは TK と JK どっちが好きってことね。
JK JK まあそうですね、 JK の方が俺も好きですね、はい、少ねえとね、バレンタインの話は するなよとかね、まあほら世間がねやっぱりいろいろ言いますから。そうだよ、だって、ね、あの今週末にある、はい、神奈川パチンコフェスタは、はい、なんと先着順で、先着順、そう、先着順丼で、はい、先着順丼でね、うどんみたいになってる。そう、あのチョコもらえるからね。あ、そうなんですか、それは熱いですね。はい、ということでね、ゲットワイルドハヨとかね、まあ、そこら辺の曲もね結構いっぱい入ってるんですよね。早くリクエスト、リクエスト入ったよ今、歌って、はい、Get wiser 一人ではちょ、まあ、おかしいだろ俺じゃなくてもほ本ちゃんがあるのに俺が歌う必要ないじゃん。はい、じゃあ始めてください。はーい、ということでね、さあアスファルトの太陽を切りつけながら暗闇走り抜けるじゃんじゃん。今日なんかカラオケ、まあ、トリプル A とかも入ってますからね。そうですね、はい、おにぎりさん、元カノと別れたのに結構自虐ネタですねとかね、まあ、あのバラされたんだね、そうやって、はい、おにぎり、あやの下着何色だったとか、ね、いや見てないっすね、おにぎり好きな JK 毒入りチョコを送ってやれってことね、はい、あっちゃんに今日チョコ送りました、ごめん、おにぎりさん忘れてた、ごめんなさい。あっちゃんにチョコ送ったんですか。俺あれ、これなんか早速さヒートアップ、じゃあちょっとね最初 TK のスペックの方からちょっと紹介してもらっていいですかね、はい、アズルさん、はい、おかしいだろ、確率が225分の1、はい、細かく言うと 225.98 分の1ですね、はい、はい、で、プレミアムライブラッシュ突入率が 50%、はい、50% で継続率が 74% と、うん、はい、はい、なっております、こっち見になってきますねはい、一番これ、石西今後、そうですね、キーですよね、AKB とかですね、はい、はい、で、なんか、アンコール、EC モード含めて、74% ぐらいの継続、そうですね、継続でしたっけ、ね、あっちゃん、いいな、チョコとね、マジで、じゃあ、誰からも、チョコレート もらえないから、もらいに行くは涙ということでね、しょうがない、しょうがないね、あっちゃん、いいなってね、あつろくさんにはメンマしか、受け付けていません、ご注意くださいということでね。あのぶん投げられちゃいますからね、地獄少女の BGM わっしょいきくり祭りでお願いします、ね、あ BGM 選択できんの、これなんか、ね、はい、もうなんか最初から10曲ぐらい結構いっぱいあるんですよね、これ一旦やめなきゃダメ、はい、まあ、多分一旦やめなきゃね、はい、ズル向けハゲ戦士今日出ますかと、ね、ズル向けハゲ戦士、あの寝屋川の方に行ってます、ね、はい、鈴丸今年も4トントラックぐらいのチョコもらうんでしょと、いやなんで知ってんの、どんだけもらうんすかそれ、もう毎年前大変なんだから業者じゃん4トントラックってあの、ね、はい、ホワイトデーに行かせるように、はい、あなるほど、うまい具合にですね、うまい具合にもらったものを回すっていう、はい、ね、はい、おにぎりはこうスマル店の皆さんこんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、よろしくお願いしますよ、いつもに私の店になった、そうですね、もうどれがいいって言ったっけ、はい、ワッショイひっくり祭りみたいな感じでしたね、はい、10代の頃 TK プロデュースの曲流行ってたから打ってると若い頃を思い出すとね、まあ、確かに、で、まあ、アーティストね TRF とあと AAA とあとグローブ、あグローブ、はいはいはい、はい、などなどですからね、ゴラムに電話はようとかね、まあ、いろいろ今ね多分引っ越しの準備とかで忙しいですから、はい、AAA 好きなので演出気になるとかね、 AAA 僕 AAA で知ってる曲っていうとあれ何でしたっけ、あのアニメのワンピースのやつ、何それ、あれなんかあれトリプル A じゃなかったっけ、なんかシャイニーシャイニータナナってやつ、あーあれトリプル A なんすか、あれ違いましたっけ、知らない、確かトリプル A だった気がしましたけどね、はい、ウェイクアップかね、はい、ゴラムは後で出るんですかってことね、こちら鈴丸さんちょっと説明してもらってもいいですか、ゴラムはですね、はい、寝屋川店に転勤になりました、はい、なりましたってことで、もうついこの間とかつい 2,3 日前、そうですね、はい、もう急遽決まったということがね、今うち店長いません、はい店長不在、今いません、非公開平塚店、今が狙い目ですよ、はい、皆さん、はい、おさあヒートアップ、それ一応疑似連みたいな感じなんですかね、今のこれはどうなんですかね、うん、そうなのかな、まあ、ちょっとあの様子見ていきましょうかね、そうですね、はい、今からゴラムロイド呼んできてね、ゴラムに電話ってね、おにぎりくん、あおにぎりは4トントラック分の虫が送られてくるんでしょってことで、これ動物博士みたいなね、グローブが好きってね、清原を返せ進まるとね、好きですね皆さんねはい、TK は今日何回当たってますかということなんですが、今日は13回ですね、13回当たってるということで、はい、はい、ね、サバイバルダンスまだと、ね、
サバイバルダンス、サバイバルダンス、サバイバルダンス、フー歌、サバイバルダンス、ああそれ、あ、はい、だと思いますカットバス清原くんも救済に なったので鈴丸、河合純一先生に謝罪してください。いやいやいや、もうやってない。俺も見てたから読んでたからね、言ったってね。ほらね、 CR 圧力ですねはありますかってね、それあのイケメンですねの間違いですね圧力さん全然違いますからねあの本人言ってましたからね。あれ、アズルさんって今何歳ですか？自分26です。26、はい、ってことは、じゃあ一番この中でタイムリーなあのアーティストっていうと、あの誰になるんですか？あ、だったらトリプル A になるんですかね。あ、トリプル A、はい、あんまり知らないですけど、ね、はい、これ、はい、皆さんどれがいいですかね。はい、 TM か。あ、選べるんですね。そうなんですね。はい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 。でなんかね、好きなあれとか、まああの電撃ネットワークでお願いしますおかしいですTM だよ、デレじゃないですからね。え、これ選べるよな、選べないよ。はい、トリプル A 選んでとかね、トリプル A 多いですね。あ、本当ですか。はい、ね、しがらず明日関西の、聞こうので、ブラマヨ吉田さんの番組収録やるみたいだけど、京楽のみの番組だから最近は収録できる店少ないよねということで、あ、今日やってますよねあれ。はい、またカップラーメン食べたのか、食ってませんよ、またやらかしたとかね、カットバス清原くんは今また連載してるんで。あ、そうなんですか、改めて、もうでもあのグランドにね、いなさそうですけどね。いやけどね、はい、個人的に言うとね、やっぱね、はい、もう清原に謝ってほしいよねまあでもね、一応あのやってないって散々あの言ってましたからね。そうちょっとね、裏切り感あったんでね。いや、桑田がかわいそう。あ、はいはいはい、あのフォローしてたというか、はい、まあ本当にね、皆さんダメ絶対ですから川原智美選んでとかね、入ってます今回ねえ、じゃあ松浦綾も入ってんじゃない。そう、松浦、TK プロデュース、 TK プロデュース。あ、そうなんですか、うん、絶対違う、モームスターもだって。スンクだ、スンクだ、じゃあ、スンクだ。なんか微妙なラインだったんで、あんまりなんかあの攻めれなかったですよね。DJ コーでお願いしますので、ね、捕まっちゃってる。DJ コーで、ね、ごめん、ゴラムがいないんで寂しいってことね。いや、本当にね、もうみんな一緒です、気持ちでもね、TRF。ね、ベッキーだって何も悪いことしてないのにって、本当かこれ。いやけどさ、はい、ベッキー攻めすぎだろ、どう考えても。あ、まあちょっとね、相手のね、あのゲスの方も ねもうちょっと でもなんかあの、はい、ゲスの極みの方ですね、はい、エノンですね。エノンですね。あれ結構はずいっすよ ね自分でエノンってつけるって結構きついっすよねあれね。中村お、あの中村お人みたいなもんですからねこれ相当きついですよ、気持ち悪いね、TRF。 でも、おにぎりは確実にやってるよ、すごい昔から挙取るからと。いや違う違う違う、それは俺のハートの問題だ。挙取るし文字も読めねえしなそうですね、もう乗用車ですよ ね。はい、清原問題で一番かわいそうなのは子供でしょとかね、まあそこら辺ありますよね、家族いるんで。先週あパーライ平塚行きましたよ、初めてハクション大魔王やって面白かったとか。お、ありがとうございます。ありがとうございます。呼んでくれればよかったのに。声書いてくださいよ、もう鈴丸しかり ね。はい、あと、まあ、あの鎌子しかり、いろいろいますからね、そうそうそう、本当に著作会でもいいですし、ね、そうですね、はい、江野県、あ、失礼、江野はダサいよな、あの顔出てるね、まあ、トータルでね、まあ、だからバンドだから許されてるみたいなのがありますからね。はい、オニーと、コキオハラとは、お友達なんですかってね。コキオハラ、あれかな、あのリトルキオハラですよね、そんなに似てる俺、H ジャングルでお願いしますとかね。 H ジャングルもね、だいぶ懐かしいですね。浜田、桑田は清原の薬物使用を、なんて言うんだろう薬物使用を、収めて清原、いや違うな違うな収めてじゃない、これなんて読むんだろう、これなんだ、勇めて慰めてみたいな感じですかね。こちらどうだろう、はい、あ、勇めて、よし、合ってんのはい、三角ですね、これ。ありがとうございます。ベッキーが不倫しているのは間違いないなく悪いけど、川谷が、男としてベッキーを守らないようじゃダメでしょうとかね。あ、そうね、確かにね。ゲスはこの炎上をいいことにライブの追加公演するってよとかね売名、ザ売名じゃないですか、ね、結果もうかってるね。著白会見たいとかね、あ、来てください、ね、著白会サッカーすごいコメント来てますね。結構やっぱ人気ですよ、あのね、
行っちゃってるか、浜田ですね、はい、浜田、お前薬やってんのいや、はい、言ってましたね、かっ飛ばせ清原くんの作者は、2番目の被害者かな。そうですね、連載1個なくなりますからね、本当に。いや、やっぱアズールどうですか TK。 はい、ね、アズル、はい、アズルさんどうですか TK。 まあいいんじゃないいいんじゃない雑だなあれ、なんか違う方が来たのかな。そうですね、いけ、はいということでね、参りましたよ。はい、ということで、あずけさんです。あずけさん、あずけさん、TK 打ってもらっていいですか。やだもう、TK 打ってもらって。いやいや、打ってくださいよ、カメラも近くにあるし。いいよ、TK いいよってなんね、ハゲきたーね、ありがとうございますますよ、ね、あれどうしたんですか、あのマスクなんかもう2ヶ月ぶりですね。いや本当ですよ、てかずっと病んでたんですよ心も気持ちも病んでたんです。ああ、なるほど、あのベッキーバリにそうですそうダメですよ、そういうことじゃ、ありがとう文書キヨさん、キヨさんとか言ってたんですか、キヨさんとかね新しいハゲ、ハゲ店長代理ってね、うん、はい、ズル向けハゲ選手来たーってことね、うん、はい、あずけん今年初じゃないってことね、初、まあ、2ヶ月目。そうですね、やばだった、あ、来た、あった、明けおめだよ、明けおめだわ、明けおめですね、うん、ズルムケ来たーとかね、あずけんはようとかね、ありがとうございますね、はい、かとばせ清原くんが、ダメになったからゴーゴーゴジラ松井くん復活やねーとかね、あ、懐かしいそれですね、あずけん今年もよろしくにゃんって、よろしくにゃん、ね、明けましておめでとうございます。清宮くんだったらいいのにね、はい、清宮くんだったらいいのに、清宮くん、逆にね、そういう問題ですか、逆に、ね、激しくね、うん、おにぎりは芸人時代のモノマネとかはしてたんですか。いや、芸人時代してなかったですね、僕何コンビだったんで。あ、はい、あんまりそういう、芸人やってた。そうです、あれ俺説明しませんでしたっけ。あ、そうだっけ、もうすっかり忘れた、あ、おめでとう、おめでとう、ね、あずけおめでとうってね、あずけ会いたかったよって言って、ありがとうございます。ねえ、清原好きのあずけさんお久しぶり、ね、お久しぶりです、はい、右の台は地獄の雨ですか、寝台のと、ね、そうそうそう、そうですね、はい、これ TK 誰も打たない感じになっちゃう。いや、じゃあちょっと、はい、見てますわ、ちょっと、ここで見てますわ、見てても TK は何も言わないですから、なんとかして当たりますよ、ね、もういよいよ早速オカルトスタートです、これオカルトスタート見ながらみたいな、早速あずけの髪むしってもいいですかと、ね、いやいいですよ、最近はこうあの流す感じでおむすび、はい、おむすびさんとも久しぶりです。おにぎりです、おにぎり、いや、ほんとあずけさん、俺が担当してるキョナさんの放送全然来てくれないですから、もういや露骨に。でも中村がね、嫌、はい、なんだわ、中村嫌な中村、おにぎりってどうしても呼ばない。おにぎりね、あずけハグしてでね、うん、いいですよ、来ますよ、はい、今来たって、ハゲーって来ますね、うん、じゃあ、はい、いいですか、TK 歌いになったら雑談した方がいい、雑談ですね、完全雑談した方がいい、もう打ってなくていいよ、結構みんな TK 見たい人多いんで。あ、そうなの、ね、あ、それからあずけんさん MC やります、俺打ってるんで、歌歌ってよ、歌歌って TK の TK、 いやだからちょうどさっきあのゲットワイルド、あ、歌ったの、はい、歌った、そうですよ、あ、まあ、あの反響もなく反響もなく、やっぱね、はい、ちょっとね、ね、あずけんの顎も割れたんですかとね、ばっくり割れましたね、はあ、ね、おい、あずけん TK やばくないと、ね、やばいっていうか、やばい、はい、やばいところの騒ぎじゃないですね、やばいっていうか、多分打ってないんで、ね、お祭り騒ぎです、ま、回ってないってことで、今どういう状態で、ね、今来たんだけど TK 飽きた、打ってないのにね、いや TK 今はい、ちょっと置いてますから、置いてますね、今デモ画面出してちょっとおかしいです、今デモ画面2時間出す、ね、ST 中とかじゃないですよ、別にST 中とかじゃないです、完全寝かしてます、おかしい、おかしいね、あずけんハグしてってね、エヴァ見たいとね、エヴァ、はい、ね、さすがあずけんの髪蒸していいですかってことで、ね、ありがとうございます、うん、ね、雑談会賛成ってね、あずけん、ピアノ打って、あ、失礼、ピアノ打ってもうなんかやだな、違う違う、ごめんなさい、何やってんの、ごめんなさい、じゃあピアノ打ってじゃない、ピアノ打ってですね、しっかりしろ吉岡吉岡中村、あ、中村、おにぎりです、おにぎり、吉岡と中村あんま間違えないでしょ、間違えた、漢字も違うし、ね、吉岡って、はい、ね、もう魚民行こうぜってね、東新店長おめでとうございます、いやいや違いますよ、ちょっと違いますよ、別の時ますから、はい、実はそうだったんですね、実はみたいな、ね、あの告知してもらいました、告知は、あ、しました、はい、もちろんもちろん、あの江戸崎店の、はい、金井優京も、はい、はい、金井優京、金井優京も、はい、あの平塚は明日からですから、はい、違います、明日からおかしいです、フライングスタートみたいな、フライングスタートフライングスタート、それ金井優京が絶対許さないでしょ、大丈夫、おい、お前らって、平塚だけやるんで、そこだけ、明日来てくださいね、なんか太いパイプありそうだな、どうですか、マジで明日来た、明日来てやってねえじゃねえか、なんか鈴木、なんか鈴木を渡すんで、一日中平塚行ってください、明日、おかしい、おかしい、おかしい、絶対怒られるね、あずけん、風邪をひいたんですか、口が裂けたんですかと、口裂けたなんで口裂けた、どうしたらそうなったんですか、うん、あずあずやんとかね、うん、
はい、TK アンコールチャンスは、電柱の残り保留抽選だから、うん、県の 65% の規制を、遵守したスペックになるんでしょうかと。そうですね、真面目な話。そうですそうです、はい、あ、一応これはだから ルールを守った上でのやつですね。そうですね、もちろんです、はいはい、ね、ルール守らないじゃないですか、ね、そう出せない歩通橋が許しませんよ、そんな。あ、なるほど、あ、かな有橋じゃなくてしっかりこれは、ね、磯丸行こうとね、あずけんハゲおめえとね、はい、あずけん、チゲラッチョ、ハゲラッチョ、何もだ、預けを埋めてね、早く打てよとね、そうね、電車から立場的に預けさんが打つのが一番いいんです。預けさんちょっと打ってください、感想を実況してくださいよ。最近パチンコ打ってないからさ。いやでもほら寝台なんで いろいろほら TK の秘密知ってるでしょ。こればっかりだから、いやこればっかり、こればっかり映ってない、こればっかり映ってない、こればっかりですね。ハゲールどこ行ったと、打たないなら帰っていいっすか。ほんとそうなっちゃうからね。今日ほら玉川最終戦、玉川最終だったから、玉川最終、 G1 最終だったから。なるほど、うん、玉川最中だった。桐生順平勝ったから。あ、本当ですか、うん、ボートそんな面白いですか。優勝したからありがとうございます。左の画面は何のためにあるんですか。これから打ちますよ。これ手入れしてもいいのこれ。はい、ちょっと前提おかしいでしょ。打ちましょう。ちょっとは回しましょうよ、ちょっとは回しましょう。椅子座んねんだ。はい、ということでね、預けんさんみたいなね、右打ちじゃねえの、はい、右打ち。お、下手くそか、パチンコ。パチンコ下手すぎでしょ。下手すぎる、下手すぎる、下手すぎる、下手すぎる。頑張ってください、ちょっと お願いしますよね。はい、ということでね、じゃあこちら預けんさんが、TK 打ってますんでね、まあ、いろいろね、まあ、寝台なんでね、多分預けんさん結構知ってると思うんで、あの質問 いっぱい皆さんね、いや、このプロジェクトTK のこの質問もね、ぜひ。ああ、はい、何いや、その、あの視聴者さんにお願いします。何でもわかるよ。はい、61分の9ならすぐ当たるよね。あ、69分の1か、すぐ当たるとね、うん、TK やる気ないならビッグドリームでいいとね、あずけんゴラムに何があったんだよ、ね、ゴラム別に 何があったわけじゃないですよ。何があったわけじゃないですね、普通に今ちょっとあの景品のちょっとあのカップラーメン食べただけ、はい、またやっちゃったの。2回目の過ちじゃん。うちカップラーメンないっす、ね、いや食べただけだ。もう田代ばばりの失敗してるじゃないですかね、モロタとね、ハゲールどこ行ったんですか。これさ、玉、はい、どこで出すのこれ、はい、玉どこで玉あのサンドの緑色に光ってるボタンを押してもらえます。はい、そう、押そうでやってますね。全然知らねえな、はい、どこの人だって話だよ。白とかって確かに大体どこのお店も一緒ですよね。白とかシステム。はい、はい、誰だと思ってんだよ。あずけんだぞ。違う違う、斉藤さんだぞ。斉藤さんだぞ。おいあずけん、あんちゃんが岡山の料亭の、おかみさんに夢中な件について一言くれよ。あ、あんちゃんもう夢中ですよ。いや、それが夢中どころか、はい、ちょっと別なことありますよ。え、別なことってなんですか。うん、いや、言わないですけど。いや、言わないけど気になるな、すげえ。でも本当に。あ、本当ですか、やばいことですか。女性問題ですよ。女性、大問題じゃないですか、今。今話題の女性問題ですよ。女性問題。ね、まあ、すいません、あんちゃん。危ないですよ。あんちゃんですよ。週刊文春も走ってきますよ。いや、まあ、あんちゃん今、あの、追っかけ回されてるんですか。やばいやばいやばい。やばいですよ。ねえ、エヴァの神殿は何台入ってますかと。1台です。1台入ってます。安心してくださいね。あずけん TK の攻略法を教えてと。TK の攻略は、はい、まず当たるしかないしね、これね。あ、当たってからの、まず当たってからの、はい、その後の攻略ですか。当たってからの TRF です。あ、なるほど、うん、ルート的にはですね、うん、はい、で、TK クソ大ですよね、打つ気すら、起きない、ね、いや、意外とね、これね、はい、意外と、はい、うん、まあまあクソだ、まあまあ結果クソじゃないですか、うんうん、結果ちっちゃい声でクソって言ってた。でもこのメンバーの中に AAA、はい、が入ってるっていうのが、はいはいはい、まあ、若い、まあ、そうですね、若い世代の人もね、来てますから。ちなみにあずけんさんは、はい、あのその中だったら一番あの誰が好きですか。私ですか、はい、私小室哲哉ですね。あ、なるほど。メインやっぱそれを全体を何プロデューサーが好きってことですか。ああ、そうです、そうです。やべ、めちゃくちゃだわ。これプロデューサー好きなんだ。あれ、ツンクも出てくるんでしょ。ツンク出てこないでしょ。あ、違うの。だ、松浦彩です。松浦彩で違う。だから松浦彩でーす。ハロプロですから。あ、そう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 、ね、TK クソやってね。結婚したくない男性ナンバーワンに預けん選ばれていたような噂に聞いたよとかね。ありがとう。ね、どこでそんな開けたとかね。TK しないなら1画面でよくない。いや、大丈夫、打ちますね。手入れ神経使うんですね。もう簡単だよ、もうすぐ当てるよ、はい、いや、もう普通にね、やりましょう。預けん TK のオカルト教えて。 DJ コーンの髪型で店に行けば出るって知ってるから他のでと。
それ以外のまあまあ知ってますね、それ、はい、その辺は知ってますね。あ、本当ですか。まあまあ大丈夫ですよ、ね、はい、あのそれ以外とかありますか、なんかそれ以外、はい、なんでそれ俺なんか TK 初めて打ってんのに。いやいや、あずけんさんなら知ってるってみんな思ってるから、やっぱ聞いてくるわけですよ。当ててから3世のやり方あるんで。ああ、なるほど、わかりました。継続方法はちょっとね、ま、待ってくださいね。あずけんと、木下はどっちが偉いんですかってことね。え、はい、あ、トリプレー楽曲ゾーンだよ。はい、楽曲ゾーンはそれ、ここはどんな感じなんですか。先読みとかですか。うん、で別に大したことないんじゃない。あ、なるほど。あ、別に、あ、質問してたんですね。うん、あ、なるほどね。センテンスプリングですかね。うん、な、ね、なでしこありますかってことで。ありますあります。はい、あまりますよ。はい、ありますよ。はい、あずけん、あんちゃんのぶっちゃけしてよとね。あんちゃんのぶっちゃけはまあいろいろあるんで、はい、まあ、はい、ね、あれですよ。あ、じゃあもう実際会いに来て聞いてくれと。そうです、そうです、ね、なるほど。聞いたらいいですよ。はい、お願いしますね。しれっと地獄当たってね。そうですね。そうっすよ。早速ね、あずけんはどこにいると会えるんですかと。私ね、はい、伊勢崎。伊勢崎。最近伊勢崎やけども、ちょっとなんかね、いろいろ、はい、あっち行ったりこっち行ったりして。あ、なるほど。なんか、まあ、でも消息不明っすわ。消息不明。そう、自分のことだから大体わかるですよ、うん、消息不明とかね。あずけん最近奥さん抱いてる。いや、ないですね。全くないですよ。なんて言っていいか、あの、わかんないですよね。いやいや、ないですね、本当に。まあ、まあ、そういう時期ありますもんね、みたいな感じですよね。いや、もうずっと昔からなんですよ。あ、そう、そうなんですか。あんまりそういうのないですよ、ね。あんまりそっち系はあんまり、はいはい、あの好きじゃないっていうか。しかし、このパチンコはあんまり面白くないですね。嫁の話よりパチンコがつまんないって話。すいません、本当に。いいですよね。あずけんは浮気したことありますか。ありますよ。当たり前じゃないですか。早いな。当たり前。嫁抱かないで浮気してるんですか、あなた。当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。おかしいですよ。ね、最低だ、この最低だね。何ですか。え、だって鈴木家もあるでしょ。ないですよ。ないないです。え、だってこの前さ、はい、女の子が2人ぐらい違う子連れて歩いてたそれ、それうちのアイドル育成プロジェクトですから。あ、はい、あ、そう、それうちのスタッフですから。スタッフです。偽の女に手出したみたいな感じだったんですよね。完全に。はい、預けてね。地獄少女 うまく9ラウンドに、入れらんないとね、シレット当たってる。はい、ね、預け昇進の、清原に一言くださいと。いやー、まあ、まあまあ、大人なんで。大人なんで、大人なんでね。で あんまりあの我々がやいや言うことじゃないかな、ね。そうですね、我々言うことじゃないんで。はい、ですかね。CR ハロプロいいねとかね。アズールはとかね。アズールちょっと今ね、あの作業しに行きましたんで。はい、預けそろそろ店長やりなよってね、俺が、木下に言っておいてやろうかとか、ね。いや、大丈夫です。大丈夫。いやいや、大丈夫です。言わないでね、むしろみたいなね。はい、TK 打ってんのハゲーとね。そうですね、間違いなく。はい、間違いなく。間違いなく。否定はしないんですね。はい、預けんって家にいると、霜ばっかり触ってるんだよねとね。霜？下かな、下ばっかり触ってくる。ああ、はい、そうですね、はい、そうですねってところですか。しかしこれ、はい、面白くないですね。ちょいちょい入ってくるその ディスなんですか、これ。信頼、信頼。あ、いやいやいや、いや、まだ分かんないじゃないですか。いや、でもパチンコってよくよく考えたら本当、はい、ね、高価な遊びですよね。まあそうですね。これ一玉4円ですからね。そう、一玉4円だから4円が入ればいいですけど、入んないと全部ね、流れちゃう。高貴な、高貴な、まさか、気候なチャンネル始めて、まさかここでパチンコとはの話すると思わなかった。本当に。マリア、マリア、ありがとうございます。ありがとうございます。誰へのありがとうございます。TK とかね。まずね、人から投資してもらうのに、店舗に必要以外のものまで含めること自体がおかしいよってね。はい、どうして僕、らが、東健一郎の家を買わなきゃいけないんだと、ね、ということですか。はい、ちょっと待って。はい、あずけん最近、ゲーハーの調子はどうですかと。調子もどうしもないですよ。はい、安定的に抜けてますよ。順調に抜けてますよ。一定のペースですか。綺麗に順調に抜けてますよ、ね、心配しない。それなんかあの予防策とか打ってるんですか。いや、もう今更の話です。何を言ってるんですか。いやいやいや、スカルプ D 使わないですか。何を言ってるんですか。もうスカルプ D も、ああ、そうですかみたいな。スカルプ D もまさかのスルーですか。なんでお前使ってんのみたいな。意味ないからみたいな。お前ネクストステージ行ってっからみたいな。もうダメだ。もうダメだ。もうメリットでもやっとけって。いや、おかしい。下がっちゃってる。メリット否定しちゃダメっす、それは。そうですね。メリットでもやっとけってね。あずけん最高ってきますね。あずけんケーキ作ってってね。パティシエ。最近とか作ったりしてるんですか。この前あれですね。はい。ちょっと作りましたよ。ちなみに何作ったんですか。ケーキ。
大人だ、ね、大人だろう。チーズケーキ。あ、チーズケーキ、うん、なん普通にちゃんとあのオーブンで焼いたりとかですか。そうですね、その女の子がなんかチーズケーキ食べたいって言うから。じゃあ作ってやるよ。自分から バラしていくスタイルなんですね。なんで、なんで。いやいやいや、あの女の子と一緒にいたんですね。じゃあ、そうです、そうです、そうです。あ、なるほど、はい、いいですね。はい、あずけん、チェリキチを韓国のお店に連れてって卒業させた話を詳しく教えてくださいとか、ね。いや、あれは、はい、あれはもうね、はい、いろいろ問題ありますよ。あ、なるほど。本当に、いや、僕あの本人から話聞きましたけど、はい、相当ひどいですよ。相当ひどいですか。あら、もう偉いこと。あ、じゃあこれちょっとコンプライアンス的にまずいですかね、これは。はい、東健一郎の仕事の内容っていうのは、非常にお下劣ですとね。そうです、はい、で今日も、魔天使探しに行くんですかと。今日はもう行かないですね、はい、今日は行かないですか。もう、ね、今日はもうちょっと疲れてるね、はい、疲れてる、普通に疲れてる、最近疲れてる、しょうがないですね、はい、あずけおにぎりといっぺんやってみる。いや、いいです。どっちのいいですそれはいいです。あ、本当ですか。結構あの広がりますよ、僕。はい、おむすびはいいです。おにぎりですね。おにぎり、はい、ね、あずけん最高でね。あずけんピンクといえば、ピンクといえばパンサーですよ。はい、あ、ピンクパンサー、うん、あのピンクスター。ピンクスター、うん、なんすかピンクスター。伊勢崎にそういう店ありますよ。あ、聞いてない、聞いてない。伊勢崎のお店紹介の番組じゃないです、これ。あ、いいの、ね、そう。ぶっこんでくるんだね、ええ、もう永久脱毛しないよってね、カッパの皿のようにとかね、うん、まあ邪魔でもなるんで、そっと、はい、そっとしてたらいいですよ。時間の問題ですね。時間の問題なんで、はい、あずけんモッサンにハマりそうなので、あ、失礼、モッサンにハマりそうなので、はい、ぶっちゃけ お願いしますと。あ、モッサンのぶっちゃけ、モッサン、はい、モッサンのぶっちゃけなんていっぱいあるよ。やばい、やばいですか。そんないっぱいありますか。ちょっとでも言ってますけど、猫好きですよ。ただ、はい、ただの猫は、猫は好き、猫好き、猫は好きだって言ってますよ。はい、猫は好きだって言って、猫は好きだって自分で言ってますけど。あ、なるほどね、薄い情報する。もうちょっと鋭角にえぐるようなやつとかなんないですか。ね、はい、足は臭いです。あ、なるほど。そうですね、それよく聞くやつですね。いや、もう事務所やばいですから、マジで。あ、そんなにですか。足は臭い、足は臭いです。猫は好きですね、はい、あ、猫好き、足臭いの、この2つで、はい、猫、覚えてください。そして、はい、真冬でも水のシャワーを浴びるっていう。それ何ですか。それ習慣なんですか。それなんか習慣らしいですね、いやー、暑いっすわ、暑いっすわっつって。体温高めなんですかね、基本的に。気温何度だと思ってるんですか。こっち、ねえ、こっちね、はい、コート着てんのにね。だそうですよ、うん、もっさんの秘密ねえ、野菜。はい、今来たチェおにぎりか、あずけん来てるんですか。明けおめ、会いたかったよ。ああ、明けまして。いいですね、明けまして。はい、明けましてよ。 おめでとうも言いましょう。明けまして、ね、はい、おにぎりってパチンコ以外の放送してるんですか。散歩とかってね。散歩はしてないですよね。おにぎりさんの名前の由来は何ですか。これね、これ売れない芸人に付けられた名前ですね。売れない芸人、はい、同期のおにぎりでいいんじゃないって言われて、そのままずっと引っ張ってる。はい、あずけん、今度オフ会するときにケーキ作ってきて、あんちゃんはいいお肉を持ってくるってよと。ああ、そうですか。確かに食ってやりましょう、ね、食って。まあそういう会ですからね、いいじゃないですか。オフ会ね、そろそろやろうよ、ね、前一回ね、そろそろバーベキュー去年やったんでね。あ、これ行きたかったのよ。いや、本当に今年も多分ね、やると思いますんで、ぜひあずけさん来てください。いや、違う、今度ね、あれやりたいのさ、はい、ブロック長と言ってたんだけど、はい、何ですか。主任とか、はい、主任だけで全員集めるっていう。いや、それやりましょう。そして店長をディスるっていう。あ、すごい。あ、ダメだ、うち今いね、ま、お店を穏やかじゃないぞ、それ、ね、そしてディスる。そこになんすか、視聴者さん、集めるんですか。いろんな秘密を暴露する。もうコンプライアンス的にどうなんですか、だから。暴露する。だってブロックちゃんもなんでそこオッケーしてくるんですか。面白いだ、誰得なんですか、それ。なるほど、じゃ、もしかしたらあるかもですね。そうそうそう。はいね、猫ってね、モッサンはそっち系かってね、タチ猫の話じゃないと思うんですよね。あずけんはタチの方なんですかと。え、あずけんはタチの方ですかと。モッサンがね、モッサンが猫だったらあずけんさんはタチ。タチ、はい、あれです、男性同士の猫とタチっていう。受けか攻めか。受けか攻めかですね。ああ、そう、
自分は立ってますよ。だそうです。何なんですか、その安心してくださいみたいな。ね、安心してください。立ってますよみたいなね。穏やかじゃないむしろ。どうしたんですか。はい、どうしたんですかです。はい、アズケンたちでね。アズケンから見て、アンちゃんは、気候なグループと、イエス、かっこ大人の店の グループ、どっちを大切にしてると思いますか。間違いなくイエスグループ。イエスグループ。イエスグループの方が どっちかっていうとね、楽しそうってね。ダンディーグループですよ。ダンディーグループですか、DJ お兄はいつ頃出ますかって、今日は今のところないですかね。地獄は当たってるよね、何連目ですかと。結構。もう3連目ですかね。3連目、ラッシュも入ってるんで。あ、いい感じですね。はい、ですよ。はい、おにぎり、あんた解明しないと地獄に落ちるわよ、細木和子来た、ね、やっと保留変わったよ、これ。あ、保留、青ですか、今それ、はい、で、スペシャルリーチかな、はい、今は何が人気なんですかってことね、これ、パチンコの機種ですかね、風俗店の話じゃないですか、風俗店か、なるほど、伊勢崎の風俗は今、どこが熱いんですかみたいな、言ってるの、はい、今流行ってるの、はい、何ですか、あそこね、どこですか、日本。全日本キス選手権ってとこありますよ。え、全日本なんですか。全日本キス連合会みたいなとこあります。キス連合会そういう お店があるんですか。なんか書いてましたよ。マジですか。じゃあそこからあんちゃん出てきましたけど一角だもん一角ですねそれね。楽しそうってね。あ、預け、和光ってね。はい、どうもじゃね、お花見やりなよってね、TK って卵かけご飯の略ですかと、ね、うまいこと言いますね、うまいことね、 G が足らないです、 G が足らない、 G がね、あずけん先場の忘年会行ったんですかということで、ああ来てくれましたよ、あずけんさん行ったんですよ、あずけんさんと、なんとか、あんちゃんと行ってきたんですよ、あたの鈴丸さんが、あんちゃんがなんか意外と、ね、かぎん君もって言いながら一番用意してたって、はい、一番行く気だった、あ、ちょっと面倒くさそうな雰囲気出してて、って言いながら、ね、一番やる気だったっ、はい、あのマンゴーラッシーめっちゃ飲んでましたよ、そうです ね美味しそうに、あずけん TK 楽しいですかと、 TK、そうですね、めちゃめちゃ楽しいですねこれ、はい、おかしい、情緒やばいやばいやばい、あ面白いTK からなんか出てるよ多分、あ面白い、あ面白いってなる、ね、鈴丸、ゴラムの、ディス話はよとね、ディス話、ゴラムディス話あります、ディスディスってかもう見下してる感じですかねそうですね、もういらっしゃらないですからね、でも相当話したんじゃないですかって一緒にいる時に、あれ、あ、はい、もうあの移動したのは言ったの、あ、もう先ほど、はい、冒頭に、あ、もう言ったんだ、はい、はい、悲しいね、はい、いや、その言い方が一番悲しいですね、いや、まあでもね、あの大阪にいらっしゃいますから、え、ね、会いたい場合は今後ね、あ、そうなんだ、いや、ちょ人事どうなってるんですか、知らないの東さん、知らない人事の内容で、今帰宅しました、祝16時間労働、晩ご飯食べながら見てますね、お疲れ様です、ありがとうございます、働きもんです ね、働きもんですね、それは大丈夫ですか、気候なんじゃないですよね、違う違う、大丈夫です、僕と一緒だ、僕と一緒だ、ね、もう問題ね、地獄少女は 90% 継続だからね、簡単には終わらないよね、と、ね、いや面白いですよ、あずけんの天然も面白すぎると、ね、これしかり天然じゃないですよね、別にね、天然じゃないですよ、天然わざとですよね、養殖ですよね、完全しかし、本当これ本当当たんないねあの、ごめんなさい、あの咳で何言っても全然わかんないね、はい、何か分かんないよ、あの何が熱いかとか、うん、そういうのがちょっと今のところこれ、返品しよう、はい、返品ないです返品1回入れて、もう中古で中古で出すしかない、返品聞くんだったらぜひとも ねぜひとも秒でね、入れますよ、はい、おにぎり、なんで、タチと猫の意味知ってるんですか、いや、そのぐらいは知ってるでしょ、多分ね、経験はないですよ、TK は台から顔出てきますかということで、出てきますよ、はい、誰の顔が出てくるんですか、宇都宮隆です、キネ、キネ直人も出てきます、なんで TK じゃない、間違いない、 TK じゃなくて TM も出てきます、だそうです、皆さん、TM さん、西川さん出てきます、ガンバ TM、 そっちのレボリューションで風吹いてくるじゃないですか、うん、はい、ディープ安藤とかね、TK でね、ねえねえ預けん、あさっても、出てよとかね、あさってってどこ、戸塚ですかね、いやちょっとね、はい、忙しいちょっと普通にスタンバイ、あ、押せよ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 、はい、あ、間違えた、おかしい、下手くそ、押せなかったおかしいです、進撃押せなかった、画面まさか押す人いますね、はい、ゴラムって、寝屋川南、1駅ってことね、いやは1駅ですね、1駅の方、市駅ですから、ね、市駅、はい、の方ですね、はい、誰が移動したって、なんて言った後ね、はい、あのゴラムさんが
これだもんね、はい、お、ちょっと暑いっすか。いや、今、魚群流れない、流れこないっすよ、来ないっすよ、指あるぐらいっす。ない、ナイスナイスナイス。いや、もしかしたら音符出てくるかもしれない。ダメだな、これ。当たんねえや。いや、それ肘掛け回さない、肘掛け回さない、なんかそれダメ、役物みたいな。それはダメ、ダメダメ、みんなまで、当たんねえや、これ。おかしいおかしいおかしい、かき氷みたいになってる。かき氷みたいにね。じゃあゴラムは単身赴任ですか、どうでしょうね。さあ、どうだ。残念、来ない。あずけさん、どうですか、今の感想は。え、今の感想はトリプルウェイボーありがとうございます、うん、絶好調、本日も絶好調でございます、うん、はい、そういえば、協定上であずけん、夫妻見たってあんちゃんが言ってた、奥さんは、女教師みたいだったらしいよと。女天使、女教師、ああはい、そんな感じなんですか。すみません、ただ眼鏡かけただけです自分の想像で物言ってるだけです。あ、なるほど、インテリ女教師みたいな、ね、もう完全にあんちゃん、はい、いたんですよ。あ、じゃあ、たまたま会ったんですか。いや、違う、ちょうどいて、はい、自分がちょっと無理やりちょっとあの嫁連れてって。あ、そうなんですか。ちょっとだけちょっとだけ見に行こうって言って、はい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 、ちょっとだけだから見に行こう。じゃあ、あんちゃんいて、はい、あの川べり沿いに新聞紙丸めて、はい、たたずんでた、ね、切ねえな、それ何見に行ったんですか。あんちゃん何してたんですか。したらあんちゃんって電話かけたらどこにいるのって、はい、ここで俺が、はい、あんちゃん上見て上、はい、ここにいるからって言ったら、はい、なんか照れながらこっち歩いてきてどうも、はじめまして、安藤です照れてんじゃねえよって照れてんじゃないよ、ちょっと緊張しちゃったんですかね。緊張してんじゃないよ、後ろにあるゼロね。何を緊張してんの。はい、ありがとうね。TK 来てるとね。はい、お二人の名前は耳にするんですが、顔があってね、カットインお願いしますね。あれかな、あの鈴丸さんとあずけんさん、名前は聞くけどちょっと顔はあんまり見たことないと。自分はいいです、自分出、はい、出ました出ました、はい、絶対違う、絶対違う、5番です、自分5番です、自分5番、全然違う、自分5番で、5番打ってるわけないでしょ、全然見てください、見てくださいって、まあ、毎回変わっちゃうじゃないですかね。はい、TK 来てるとね、でもね、私の中であずけんが打った台は次の日、マイホで打つと必ず勝つよっていうジンクスがある。こ、ね、れは一緒に打ちたいですね、はい、あなた、ね、あなたって、ね、あなたと一緒に打ちたい、はい、あなたと一緒に打ちたい、ね、打ちたい、ぜひね、なんですか、そのアクエリオンみたいな感じ、ね、あなたと打ちたいみたいな、打ちたいな、パン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 みたいなね、TK ダメだなこれやとかね、TK 面白くないならモード変えるといいよ。あ、モード変えられるらしいですよ。何モードあんの、はい、なんか女性のモードがいいな。あ、なるほど、女性だったら、女性のモードだ、あれ、ね、鈴木亜美、鈴木亜美、うん、キャラ的なあれですかね。鈴丸肌綺麗だねってね、こっち見んなとね、こっち見んな、鈴丸静かやなとね。だってさ、ダメだこれ、ね、だってさ、一人ぶっ壊れてたらさ、はい、ぶっ壊れることできないじゃん、ね、聞いてるけどね。はーってね、ゴラム関西なの、会いに行けるカップラーメン持って会いに行こうっていうか、奥さんところ戻れたってこととかね。いや、奥さんこっちやよ、奥さんこっちですからね、はい、はい、違いますね、はい、オリックスの、テスト生の元 DeNA 太田アトリの育成契約での入団を発表、背番号は未定、ありがとうございます。誰、太田和美、はい、違う、太田アトリですね。太田和美は、はい、大阪支部ですよ。大阪支部の、はい、協定レーサーです。あ、協定レーサーです。なんか問題あります。いや、もう問題はないですもん、話がちょっと噛み合ってない、すぐに言ってください、すぐ、いや、別に協定の話じゃないです、うん、野球選手の話です。違う、はい、山崎みたいなね、こっち見んなとね、はい、あずけんさん、来てたんですね、和骨、昨年の酒場忘年会で T シャツありがとうございました、これ設定奈々さん、はい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 、どうも、覚えてらっしゃいます、覚えてます、覚えてます、はい、ものすごいいい男でしたよ。あ、そうですね、そうですね、爽やかな感じでしたね、すごい、めっちゃかっこいい男性でした、ガガってなんですか。じゃあちょっと モード変えますよ。はい、モード、どうやって変える、はい、どうやって変えると、ところでモード、そこのボタンないですか、なんか E ガールズモードとかない、 E ガールズモードないあれは畑が違うでしょ、ない、ね、あれ同じみたいな部類一緒でしょ。いや違う違う、それ、まあ、おじさんの意見です、まあ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 、これもうダメ、もう終わり、ね、モードどうやって変わるの、はい、もっと、キクリ実況してってね、おにぎり見切れてるってね、近づくとダメって、あ、すいませんね、鈴丸静かってことね、はい、金本監督激怒、二股女性の、うん、告発で、伊藤隼太かな、お先真っ暗とね、はい、デモ画面で選べるから変えといた方がいいよと、はい、アーティストセリフトありましたね、はい、来たーとかね、
いやこれね、キクに実況してくれってあの来てますよ。いやこれね、はい、俺多分ずっと打ってられる、ね、誰にしたらいい、あ誰がいいですかね、アーティストの方は皆さんね、はい、鈴丸負けずに壊れてってことね、まあ、壊れたらどうすいいよ壊れるじゃん、超散らかりそうですね、ね、はい、鈴丸負けずにってね、おにぎり近づくないよ、怖いからメガネとかかけないのと、ね、じゃあおにぎりの好きな TRF にしたから、はい、いや俺そんなこと言いましたっけ、うん、ありがとうございます TRF、ね、うん、全員いますからね、好きでしょ、はい、プロジェクト AK の配信はここですかとかね、なんか変わってないけどさ、はい、これ間違えたのなんか多分演出が変わるんじゃないですか、それがもともと TRF だったとか、いや、そうだよ、押してないんじゃないですか多分設定して、あ押せてない、押せてない、はい、初心者、ね、グローブとかね、グローブが好き、ね、グローブがいいの、はい、ね、グローブ、軟式グローブ、アッホーだなーですね、これね、グローブ、いや、この前、はい、会いましたよ、あれと、え、なんかどっちだっけ、パークマンサー、そう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 、3代目でしたっけ、3代目、3代目パークマンサー、ハグしてね、はい、おいっつって帰りました、あの人何なんですか芸人元元芸人なんですか、元々芸人、はい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 、今歌手でしょあの人、あ歌手なんですか、ほぼ、グローブなんないわ、はい、なんかグローブダメだ、なんない、あ本当ですか、設定かな、ね、軟式グローブ、グローブってね、でワゴツーでね、TK は TRF とか TM ネットワークとかあるんでですかってことね、モードありましたか、何、いや、あったあった、TRF とか TM ネットワークあったあった、はい、あったけどなんなかったよ、はい、多分押せてなかったんじゃない、いやいや押してるって、あ押やべ怒ってる怒ってる、打ち切れてる、押し切れてますね、すいません、いや押してるって、あ押してる、すいませんすいません、俺だってね、俺だってそんな猛録してないよそこまで、はい、そこまでやいやだって一番最初あなたあの右打ちスタートから入りましたよ、ね、それなのに猛録以外の何者でもないじゃないですか、そうです ね、気をつけてますね、ちょっともう一回チャレンジしてみます、そうですね、多分これあれ、はい、あれじゃないですか、まだ入ってないじゃないですか、まだ入ってない、はい、あモードがどうですか、グローブ、あそのあの徐々に増えていくパターン、いやでも最初からあると思いますよ、いや入ってないですよいや違う、確認してくださいよ、ね、あれですか、週ごとに変わっていくみたいな、なるほどね、演出増えていくみたいな、うん、多分違うと思うけどな、軟式グローブ、はい、あこれだいぶまたキクリの方がいい感じで熱いですね、キクリいいっすよ、ね、もう7連してますからね、どうやればいいか、カスタマイズモードでしょ、はい、ね、で選んで進んで、グローブ、はい、グローブ、いくよ、はい、ピロリンって言ったでしょ、はい、これ2人やるのかな、もう一つ、あこういうふうに、まだ選べるってことですか、ほら、2つ、ほら、あ2つ以上、グローブって書いてある、グローブって書いてありましたね、2つやるんだよ、これ2つ、2つ選ばないと入んないってことですか、欲張りモードだわ、欲張りモード欲張り TK モードだ欲張りね、うん、いや別に多分普通のモードだと思いますよ、なんだそんなのあったのか、はい、ね、これはいい機会だこれはいい機会だ、演出面だけね、え、あずけん今日も行ってるとね、行ってる行ってるやってるやってる、うん、ジミーちゃんはい、グリエル兄弟が亡命したけど鈴木ブロック長と鈴丸の鈴木兄弟は、別法人に定職はしないんですかと兄弟じゃないし兄弟じゃないあの親族的なものは一切ないんで、ね、鈴木だけですからね、おにぎりは TRF、ダンササイズしたら流行ってるらしいからとかね、あ今ねなんか、痩せるやつですよね、あずけん TK やめへんとかね、すげえフラッシュしてるよ、はい、上のね、焼き物が、ね、なんだろうこれ、はい、それ落ちてきたりするんですかね、上とか、いや上の焼き物が落ちてきたりする、まあでも多分すごいフラッシュしてるよ、はい、ここでリーチですね、はい、おにぎりのからは放送禁止ですのでモザイクお願いします、あごめんなさい、ね、はい、鈴丸あずけんに、あずけんに切れてと、どうやってよすごいフレッシュフラッシュしてる、はい、さあこれまたモード、さあグローブ、フェイス、あフェイス、フェイス、これね、でこれでライブね、おにぎり今日も、曲があってます、今日も曲があってますよ、ね、地獄少女の演出全く違うんだなってね、いや焼き回しじゃないのはいいねと、うん、そうね地獄少女、はい、ね、すげえグローブ満喫してましたね今手叩いてます、手叩いて笑ってますよね。マークパンさんがカットインで入ってきたから面白い、はい、笑っちゃダメなんだけど、そうですね、いろいろ思うとこありますからね、さあ 6,5 あ誰か出てきた、誰それ、誰からの、あ誰誰、大島優子、松浦や、松浦や、アミチャレンジ、松浦や、ねえ松浦や、鈴木鈴木亜美ですよ、ね、最初から選べるよ、ちなみに TK モード だと全員が交代で出るんだよって、あさっきのやつですね、
さあボタン連打でゴーゴー、はい、鈴丸預けに、適当かって切れてと、ね、敵適当かと、あー適当か気なかったと、はい、残念 TRF TRF いろいろ忙しいモードチェンジですねこれ、はい、どうしたこれ、ね、どうしたこれどうした疑問昔 TRF の台あったよ ね、あ、そうなんですかパチンコ、まあ、あったあった3世で、はい、3世で TRF の台、あ、3世で、あ、じゃあもう今回もみたいなね、鈴木亜美懐かしいなとかね、確かに、なんかほらフェラーリとかさ、はい、そういう時、あの義経物語とかの時に、はい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 、あの筐体で出てたよ、へあのバジリスクのあの筐体、あーはいはい、バジリスクの筐体、ここに小さいボタンついてるね、はい、はいはいはい、バジリスク奥村ですか、奥村の前だった、へぇ、奥村の前、ね、確か3世だったはず、あ、そうなんですか、へぇ、よく打ってた、巻物がね、ビビビビって出てくる、はい、知ってますね、さすが、ね、ちなみにモードによって4大エースも違うこだわりようなんだけど結局中途半端な感じになってるよねと鬼兄君相変わらず、コメントが伸びないのにすみません頑張りますね、マークパンサーの髪の毛が酸性柄ならチャンスだよと、あ、そうなの、ありますかねそれ現実的にね、TIM みたいに、聞こえるぞとかね、はい、あ、失礼、新店長は関東の放送に、出たことある人ですかという、ないです、はい、まあ、関西からいらっしゃるという、そうですね、はい、ことですかね、すみません、はい、あ、島田工業出身の、中村おにぎりだってね、行ってないですからね、俺その時何、はい、いや、あの地元の高校なんですけど、何、どこ、あの島田工業高校ですね、行ってるの、行ってないです、行ってないです、今行ってるわけないでしょ今継続で行ってるわけないでしょ、東京から通いで、あ、頭おかしいでしょ、俺、ね、預けんな、中村焼きおにぎりの、ことどう思いますかと、いや、頑張ってるんじゃないですか、本当ですか、ありがとうございます、頑張ってると思いますよ、はい、まああまり見てないですけど、あまり見てないです適当な感じですよね、はい、預けんジャンボ尾崎打ってって思う、あるのナイスナイス、今ないぞ、ないないないジャンボ尾崎どう、入銀がどっかだよね、あ、そうなんですか、入銀ですね、へぇ、はい、踊ってるサムが、サム踊ってるよ、サム、いやさ、サムかどうか分かんないけど、いや、サム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 、あ、あれサムなんですか、サムサム、あ、髪の毛長いやつ後ろ、うん、はい、ねぇ FFKT 早うとね、預けん当ててーとかね、いやちょっとこれなかなか ね、預けん化け物はよと、ね、この確率はなかなか、はい、なかなかのもんだわ、アップね、伊賀モードと甲賀モードがあったやつですかっていう、あ、そうそうそう、よく知ってるね、あ、そうなんですね、そう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 、TK で台は TRF がお金なくなったから出たんですかと、いや全体的にじゃないですか多分、違う、ね、違う違う、あ、違います、全員お金ありますかね、ありますよ、はい、ね、TK の台はアーティスト使いすぎて金、あ、アーティスト使いすぎて金使いすぎ、確率も演出途中、あ、演出中途半端に、ね、はい、預けんはよく分からずによく当てるよと思うね、そうですね、だけど当てる、預けん最近のケース代は何ですかと、最近の代、はい、最近のケース代、そうだね、何あったっけ最近、まあ、結構、まあ、1月入ってからはアマネジが多かったですけどね、台が出すぎてよくわかんないよね、もうね、あ、もう絞りきれないですか、本当に、うん、もう次から次ってさ、はい、出せばいいってもんじゃないんだからいやいや、本当にさ普通に怒ってるだってさ、打ってるね、こういう風に見てくれてるお客さんもさ、はい、もうさ何言っていいかわかんないでしょ、だって、まあ、そうですね、そうですね、ね、あれもこれも、あれもこれもっていう、はい、そして軒並み全部辛いっていう。まあ、いや、マジレスじゃない、マジレスじゃないですか。いやいや本当にそれさ、はい、もうお客様のことをさ考えてやっぱね、はい、なるほど、懐事情もあるんだから。はいはいはい、ね、まあ、メーカーの人もってですね。全くもって本当にと思うよ。はい、ね、もう激怒です。だから一切パチンコ打たなくなっちまったっていう、はい、この僕が。こんな あんなに好きだったのに、あんなに好きだったのに、あんなに好きだったのに、あんな北斗の拳はあんな熱かったのに、はいはい、あんなに追いかけてたのに、北斗姿勢をあんな追いかけてたのに、みたいなに、あの頃の僕はもういないよみたいな、ね、預け本当によくね、何これモード選択だって、はい、何これ勝手になった、勝手になった、はい、勝手になった、そこから選んでいくんですかね、さあグローブ、できましたね、はい、あ、こんばんは、今日預けいるの、バトラー君人形もらったよ、預け作ってたんでしょと、あ。
本当もらった、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。バタラク人形ね、やってますよ。あれだって東さんね、手縫いで作ってるんですね、はい、どんだけ。そう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 受注発注じゃなかったの。そういう受注発注、そういう受注発注、東さんのに入ってなかなか出れなかったの。あれ忙しくて、だから年末ぐらいから忙しくて、忙しくて本当にもっと仕事、もっと別の仕事しましょうよ。業務内容おかしいですよ。来ましたね、7さあ、パト、はい、来ましたとかね。いいなぁ、当たってね、めちゃめちゃ当たってますよ。7つぐらい、ね、16ラウンド、ね、もうジャグラ打つしかないなとね。おぉ、なんか来た。あ、ガロケンみ、ガロケンみたいな刺さったよ、はい、TK 保留、ガロケンみたいな刺さったよ、はい、ガロ、全然ガロケンじゃない、引いてた、引いてた、引いてた、TK、 TK、 TK 保留ですね。なんかピアノ引いてた。いや、ピアノ弾くのが仕事ですから。木田太郎、いや、木田太郎じゃないよ。木田太郎が引いてた。いやいや、関西の。あれは TK の木田太郎じゃないの。木田太郎じゃないし、じゃあ木田太郎で。おにぎり、おにぎり、はい、1パー引いた、1パー、1パー、1パー、16? 16、1パー。おー、やりました。当ててねとかね、地獄少女すげえ面白そう。確かにこれ超面白い、ね、これいくよ、これいく、はい、これいきそうですかね、これ当たる、はい、アリアスロットがヤバそうとかね。 TK のやつって、はい、赤保留なんですかね。どうなんですかね、これ赤にも見えるし、なんか TK 保留って言われば TK 保留、ね、さあこれで疑似、んこれ疑似か、ゲジ、はい、ゲジですね、ヒートアップね、当ててねと、ね、わ、落ちた、あ、落ちた、は初めて TK 起こってきましたね。赤文字、あー、はい、あと赤、ファイヤーだ、ファイヤー、ファイヤー、これもらったんじゃないですか、アズケンさん。あー、いや、もう一回ぐらい行きたいな。何ですか、フェイスオブ TK 早うってね、もうジャグラウンドしかないってね。このヒートアップがさ、緑なのがちょっと気になるよね、はい、あー、そこのチャンスがあるよね。アズケン、それって、竹屋のことですかと、ね、竹屋のこと、さっきのことな。ああ、なるほど、はい、はい、預けの言ってることは全て、の、ユーザーが思ってることだよね、とね。そうですね、全てのパチンカーが、TK の台は3世から出てウィニングターンで協定の台と似た立ち位置でアンサーですね、とね。ウィニングターンは意外と好きな人好きですよ、はい、あ、そうなんですか、あの継続率は、あ、協定のやつね、フェイスオブ TK、 あの時代だったら画期的でした、はい、さあどうだ、え、ライブからのですね、そこからの発展、はい、ライブ、おお、すげえ上がってきた、すげえ、いやー、大丈夫ですか、役物怖いですね、ちょっとスイートペイン、はい、3つ半で、あ、赤文字ですね、おっとね、ちょっと微妙だな、これ、はい、点ランプつけばいいけどね、あ、なんか顔出てほら、マーク、はい、マーク、マーク、さあ、チャンスね、チンスって、チンスって書いてる、はい、チャンス英語下手か、はい、これ、あ、赤カットイン、あ、来た、赤カットイングローブ、さあ、刺激、待て、長押し、これでレベル上げて、さあ、どうだ、全盛期の映像、上がんねえやん、はい、押せ、うそー、おー、何こっち、藤丸くんだ、だから言ってんじゃん、だからさ、この緑が気になるって言ったでしょ、当たるわけねえだ、あずけさん、出せーってね、だから俺は当たるなんて人は言ってないからな。この緑は怪しいって言ったからな、俺はそうですね、俺は言ったよ、いや、結構もうね、鈴丸くんだーとね、はい、事業所長はアマですかということでね、アマですよ、アマですね、はい、鈴丸先週、木曜に久々に、矢口屋行ってきたよってね、マジ、やっぱ安定の矢口屋だよねって、安定、ね、お、でも一昨日行ってきました、はい、行きました、一昨日もいいですね、ラーメン、久々、のキコちゃんで、お、戸塚かと思ったら平塚かよってね、あずけんと鈴丸に免じて、見てやるが謝るおにぎり、すいません、ね、あ、あかんなこれってね、外れたらおにぎり、これ誰だろうこれ、いやちょっとね、残念でしたね。 TK ホリーどんぐらいの信頼度なんですかね、あれ何なのこれ、え、まだ 16? いや今のは、はい、あの2ラウンドか16選べるんで、あーで16引いたとこね、はい、もう TK やめようかとね、やめよう、やめよう、あずけん外れたから抱いてくる、抱こうかな、もう抱きに行くよ俺も、いやもう外れたもん勝ちやないか、これダメだよ、ダメだよ、言い過ぎ、ダメダメよ、あ、もうないですか、もう TK、 もうダメだ、もうミリオンコントラライジングだ、ライジングはあんま良くないから、ダメだライジングはダメだ、ダメだ、いや、そうやったらもう場所変わりましょう、もう飽きた、飽きた、ライジングってよりによって、あ、ね、これだからさ、こんなのさ、はい、お客様が打つっていうことを考えたらもう飽きちゃうよね、あ、なるほどね、これ打たすわけにはいかないかなみたいなね、この変動は DJ コーって言われたかってさ、知らねえわって話やろ、知らねえよ、本当に、はい、ビッグドリームやって、なでしこ雨打って、預けん化け物ってね、
はい、ね、他法人でも申し訳ないけど11日の圧力の昼放送おにぎりもでものとかで、ね、いきますよ。あずけんさん喋りが大泉洋さん に似てますねと。ああそうですか。はい、水曜どうでしょうの。ああそうです、ね、これ誰かの勝手にジュース飲みますか、はい、あそれどうぞ、勝手にどうぞ、グイグイ飲んでるんですね。はい、TK は今の KS 大代表みたいあ代表作みたいな出来だなと思うね。はい、ダメだなこりゃ、ね、TK はあと45分で当たりそうですかと。いや、もうこれ以上当たることはないですよ、はい、なぜってもう打たないんで。なんでっておかしい。45分じゃ何打つんですか。はい、45分何打つんですか、あずけんさん。これだったら餃子の王将打つのが面白いな。餃子の王将餃子の王将ってのも面白いね。まだ面白い、ね、絵頭打とうとね、あずけん化け物とね。ああ、はい、化け物ね。あずけんと、池澤さんってどっちが上司なんですかと。池澤マネージャーの方です、はい、上司ですよ。だそうです、はい、はい、ね、あずけんは、普通のおっさんになってる、ね、まだあれ入ってないの、偽物語は。はい、まだですね。再来週再来週ですね、はい、あれ、あ、でも、言っちゃダメなんだ。はい、もう平塚はもう今日から稼働してますから。いやいや、だから探してください。本当に来たらどうするんですか。明日来てください。明日朝一、抽選ですから。昨日言ったことがそれが偽物ですよって言ったら、それ大体 OK なんだ。あ、うわー、一本取られたみたいな。そんな余裕あるかも。ふざけんなお前って言われますよ。何時代ですかな。ねえ、いやー、これ一本取られたな、あずけんさんに。てへへへみたいな。可愛いですね。いや、そんなね、だったら可愛いそんな一休さんみたいな展開そうないですからね。ないですね、はい、もうおにぎりが TK 打っていいよとかね、じゃあ、あずけんさんコメント読みますか。あずけん、池澤の野郎を、次の会議でぶっ飛ばしてやるって本音で言ってみ て、ね、でもなんか池澤マネージャーなんか、はい、なんか揉めたんでしょ、いろいろ。揉めたんですか、あずけんさん。なんかあっちでごちゃごちゃだったのか。面白い話聞いたけど。それはあんま言わない方がいいんじゃないですか。ああ、そうなん。そうでしょ。ああ、そうなん。まあ、わかんないですけど、なるほど。まあ、いろいろありますからね。はい、地獄少女はもう一台ないんですかってことね。ないですね。いや、一台なんですよ、もう。地獄だな、これ。ねえ、そう。なんその、うまいやつ。あれ入ってる、エヴァの金入ってるの、はい、エヴァの金、はい、入ってます。エヴァの寝台も。ねえ、打たないけど。はい、打たない。ねえ、はい。なんか、ね、面白い気がないのかね、はい、あれなんすか。あれまさか、まずね、揉めた話詳しくてね、話もっと聞きたいってね。視聴者の皆さん、あずけんの言葉は特に適当ですよね。ベビーマリオ今、ね、これ誰ちょっとこれどうですかね。海打ってよ、あずけんとかね。はい、あ、じゃあ前切っときますか。大丈夫ですかね。それどっから話してきちゃうんですか。これうちで来たやつ。わかりました。東さん、ちょっと頭寂しいんで、はい、これをちょっとかぶってくださいということで、ブロック長が来た。あのブロック長から来たけども、ブロック長から。なんでマリオのまま帰ってんの。マリオなんでマリオのまま帰ってんの。おかしいな。てか、あれかぶってるならちょっとぐらい出ればよかったのに。出ない一向に出ない。徹底してる。そしてあのまま帰ったら捕まりますからね。ブロック長捕まりますよ、そのまま帰ったら。ね、今日結構あれですね、平塚の偉い人多いですね。多いですね。平塚の偉い人じゃないですけど、ね、関東平塚でね、揉めた話早いよとかね、ということであずけさん何いやこれやってますか、もうね、揉めた話早いよとかね、はい、はい、ブロック長映してよって、ちょっともうすいません、もうね、書いちゃったよ、書いちゃいました、マリオの帽子、この帽子かぶらせて、DK 打てやとね、DK 打てやってきますよね。あ、じゃあ、あずけさん読んでますかね。エヴァのライトもダメだいてね、あずけんピアノ打って、ちょうだい、ね、海打ってあずけんってね、海打ってね、あずけんは寝屋川みなみの店長に、抱かれたいですかと。寝屋川みなみ、俺、あんまり分かんないよね。かね、会議も行っても人多すぎて分かんないよ、はい、誰か覚え、まあ、店舗多いですからね、本当に、はい、はい、あずけん、あ、これいいんだね、視聴者の皆さん、あずけんの言葉は適当ですよね、うん、はい、気をつけて、はい、なるほど、昨日、コムが1回も当てられなかったけど、コムじゃなくて TK がダメだったんだなってね、TK もういいわってね、小室つながりだ、
あ、ね、小室つながり、小室つながり、いやいや、だから打ったんじゃないですか。あ、そうか、で、で結果あの外れたみたいな。で、打ったんだね。え、全然クソつまんないですね、本当に。いや、別にいいんじゃないですか。相変わらずクソつまんないですね。相変わらずクソつまんないね。え、少女さんとね、エヴァライトとね、はい、あえて初代の、地獄アーマーやってみるかってね、揉めた話だよね。エリマネーター来てるんですかとね。エリマネーターじゃないです、口もしてないです、はいはい、ね、あずけんってね、ルイージあずけんね、あずけんが、あずけん、小室が寂しそうにこっち見てるよとね。確かに小室 G プロジェクト TK ですね。あれやばいわ、すごいアピールしてきますから ね、アピールしてくる、すごいですよ、ピカ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 って、はい、めっちゃアピールしてきますよ。なるほどね。あ、じゃああずけんさん打てないなら俺あの打ちながら読みますよ。あ、そうなんですか、はい、頑張ってください、はい。頑張ってくださいって。とりあえず打ってよ、話、はい、話面白くないしだって、とりあえず打ってだって、はい、話打ってだって、はいはいはい、あずけとりあえず脱ごうかって、脱ぐの、小窓にタクシーの運転手いるだって。タクシーの運転手、いや、なんかね、こんなあずけ小窓来いよって来ました、ね、はい、小窓にいますよ、あずけさんね。あ、キクリ、キクリ画面、キクリ石画面にしてだって。あずけんルイージの帽子に、あ、すいません、ありがとうございます。あずけん小窓来いよ、小窓にタクシーね、まあ、久しぶりですね、ほんとね、とりあえずあずけん脱ごうかって言ってます。めっちゃ出てんじゃないの、だけどあのね、マスクしてる具合がね、なんか生主っぽいっすよね。確かに生主感ありますね。生主感すごい出てます。生主感あるね。タクシー系 ね、タクシー系だわ俺、はい、あ、うん、地獄少女のスペックを教えてってきますね。はい、大当たり確率が69分の1、はい、突入率が 100% で、はい、転落率105分の1、はい、降格が37分の1で、時短回数が0、はい、オア16、オア8、オア100、はい、という状態になっております。はい、ありがとうございます、ね、はい、あずけん、その L は何の L ですかと。ロングです。え、長い、ラブとかじゃないんですか。ラブじゃない。僕のロングです。あ、なるほど、長さアピールですね、はい。あずけん寂しいよって、寂しい、わあ、いいな、はい、あずけん、上の箱にある、あ、上にある箱に、キノコ入ってるから、ワンナップしてよとね。もう絶対やんなきゃダメみたいなやつでしょ、もう恥ずかしいよ、もう。ててね、ありがとうございます。ここは早いあたりで、だし、うん、おにぎりに奇跡を。いや、もうやってやりますよ、もう代わりにね。おにぎり打てんのパチンコ。いや、打てない、打てないわけないでしょ、これ、うん。一番今上手にやってますよ。とりあえず軽くぶっちゃけしとこうとか、あんちゃんの、あんちゃんのね、ちょっとぶっちゃけるちょっとね、もう話が汚い話になっちゃうんで、ほんとドロドロしちゃうんで。あ、もう基本的にやっぱ霜いっちゃうんですか。ちょっとどうしても霜しかないと思うんで、うん、あの人ですよね、うん、はい、おにぎり当てて、あ、ここで当てたら、見直されるで任せてくださいよ、ね、あずけんさんの分までね、やってやりますよ、これ。金曜日は蒲田に来ないよ。いや、行っても、ダメだ、行けません。忙しいですかね。さあ、4点。ロングって、シローのことって、まあ、うん、あ、そっち違う、 あと長さじゃないの、自分は早いです。早いどっちかで。じゃあ、LS ですか、LS。 LS ロングで、最低ですね、ほんとロングで早いみたいな。最低ですね、ほんとに。キノコ取ると大きくなっちゃいますか。そうですね、キノコ取られちゃうんすか。うん、キノコ取ると。あずけん、伊丹と奈良について話して。まあちょっとあっちの話でちょっといろいろごたごたなっちゃうんで。もう奈良の時はね、もう今でもいるのかな、もう菅木君とかもね、サタニ君とかね、いる。キムとかもいたのね、あっちの人ですね、キムちゃん。はい、あずけん不審者にしか見えない、完全不審者ですよ。どうも。あ、TK は天ランプ待ちらしいよ。天ランプ、あ、これですか。それ。あ、なるほど。うん、待ち、それ待ちらしい。はい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 。じゃあシャンシャンって言ったら熱いですかね。あずけん、真面目な話、風なの。うん、ちょっと風なんですよ。インフルエンザです。いやいやいや、帰ってくださいよ。帰ってください。帰ってください、帰ってください。インフルエンザ。いやいや、いろいろ問題ありますよね。風インフルエンザです。はい。あ、すまる。平塚の付近で遊べるお店はありますか。それ何系ですか。いや、もうそっち系ですよ。そっち系そっち系ですか。決まってんじゃないですか、そんなの。まあ、あるんじゃないですか。あるんですか。多分、僕はあんま知らないですけど。どこですか。どこですか。夜、
夜その辺のなんか国籍が違うお姉さんが多いですよね。います、ね、います、はい、意外とね、あっちの奥行くとありますよ。奥行くとなんで知ってんだ、ね、詳しいな。いや一回降りて、いやもう本当にいい店いっぱいありますよ。詳しいな、ね、あれこれすいません、これサイプレでいいんですかね。そうです、はい、あんちゃんがよく岡山に行くには何か理由がある。あの岡山に元カノいるんですよ。元カノっていうよりもストーカーしてる女の子いややめて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 、いや本当ですストーカーじゃないでしょ。あのずーっと長い間好きな人がいるんですけど、はい、あ、はいはい、もういろんな買うもの買ってったりとか、はい、何回も、まあ、2ヶ月に1回ぐらい行くんですけど、はい、一切相手にしてくれないいやそれ切ないです。いやいや叶わぬ恋みたいな感じなんですか。いやもうそうです、でもいいんですよ、うん、あの人はもうそれで満足してるんですじゃあいいじゃないですか。あのほっといてあげましょうよね。満足、これ2個目先読みかな、はい、ね、あずけん今年のパチ業界について真面目に語って、うん、そうですね、2016年、はい、いやまあ今年もね、なんかあのいろいろ出ましたからね、はい、まあご存知かご存知じゃないかわからないですけど、はい、ルールはまあいろいろ厳しくなってくるんじゃないですか。はい、伊勢志摩サミット、伊勢志摩サミットサミットもありますしね、はい、助けてくれだからまあ大きな、まあ、もうでも正直ね、ぶっちゃけ言っても正直、ね、パチンコの機会にももう幅決められてますからね、はい、演出の大体みんな一緒になってるんですけどね、はい、基準がね、あともうどうするかって言ったらもうあとはもうあと何ですか、あと何ですか、あともうどうするかって話ですよ。はい、あーその後ですね。もうだってキャラクター出すって何あれ何あれかにあれだってやったって同じじゃないですか。はい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 、は確かにそうですね、そこら辺はありますから、なんでね、まああとはそっと静かになっていくのを待つんですよ。あー残念ね転換ね、安心してください、あずけんはガンです。違います、違います、おにぎり、うん、今俺、よしえさんは何してますかって多分埼玉で配信してると思いますね。あれ、よしえさんオフ会やるとか言ってませんでした。あ、なんかよしえオフ会をやるとかね。あららら、あずけんさんも行ったらどうですか。あ、落ちてきましたね、久々にヤグモノが。あ、期待してもいいかも。いや、エッツおむすび、はい、あ、スペシャル全然ダメだからね、おむすび全然ダメだから、はい、全然ダメこれですか、うん、これ DJ コーですよ。全然ダメ、あのジャギ的な感じの全然ダメ、うわ全然全然ダメだわ。あースタンバイチャレンジ赤ですよ、赤赤、あーそうこれは盛り上あ赤あ赤これちょっと おにぎり当てんじゃんよ。これちょっと期待していいんじゃないですか。なんかいっぱいいる、はい、全員いるじゃん。いいじゃ登場したね、いいじゃない、あーダメ、いいじゃない、はい、鈴木亜美がいない、歌い切れば超チャンス。預け、明日久しぶりに勝ち行こうと思うんだけど、勝てるかなって。そうですね、明日よりなんかあれじゃないですか、11日とかの方がいいんじゃないですか。そうですね、ね、はい、いちいち揃ってますし、まあ、その辺はパチンコ店にもよると思うんですけどね。そうですね、はい、次え、いいんじゃないの、グローブに進みました。で、今赤ですね、うん、あと2曲、トリプル A と TRF 行ったら、うん、これ多分もらった。ああ、そうですか。これ軟式グローブで確定ですよね。いやもう薄いとこ薄いとこ。また寒くなったから風やインフル流行ってるね。で、週末は気温が上がるから、はい、来ました、トリプル A。 完全に話聞いてる、いい加減してマジで、えみんな心配してくれてんだから、うん、ありがとうございます。黙っててくれるかな、どうもどうも台打ってますか。あ、そう、あんちゃん悲しすぎると、そんなあんちゃんが好きだわって、転換期は過ぎた、そうか、真面目か、真面目ですね。よしえさん、今頃パコってるって。え、よしえさん、今頃パコってるって。パコって、何の話してるの。いや、来ねー。おむすびちょっと黙っててもらえますか。どうせ外れるんだから、見どころ、だから、心配しなくてもいい、はい、だから言ったじゃん、ランプ待ちって言ってんじゃん。うわ、本当に何もなかったっすね。言ってんじゃん。いやいやいや、ランプつく前黙っててください。すいません、めっちゃ怒られた。え、ちなみに星 4.5 のリーチだって。え、今の、うん、今のが星 4.5。 いやー、だってな、おにぎりするよ、クソだな。え、じゃあ星10とかあるんじゃないですか。あ、最高10でみたいな。じゃあ全然熱くない。 TK 辛いにあってね、ダッセーなおにぎりって。平塚はいいなって。キコーナとアクトと、D ステーションで 0.2 円も売ってる3件もあるから。じゃあ、あんま他店の名前言うとかね。その大体濁すんですよ、みんな。あんま他店の名前言うとかね。いやいや、これはみんなでこの業界を盛り上げていくにはやっぱり名前言った方がいいですよ。あ、なるほど、はい、そういう、アクトさんと D ステーションなんですね、はい、あとニューグランドもあります。ああ、そうなんですね、はい、で2円パチンコ3件もある、いいな、うん、まあいいじゃないですか。
はい、キコーナーに来てくれれば。そうですね。そして出なかったら別のとこ行ったらいいですよ。ね、まあね、頑張りますよ。平塚を自体を盛り上げないとやっぱり、ね、はい、うん、間違いないですね。ということで明日から、神奈川パチンコフェスタ。明日じゃないです。早い。明日じゃない。12です。金曜から。金曜から。交互期待。交互期待。ね、もう引退しろってね。待てよ。吉江のオフパコ会はいつですかって。俺も行きたいな、うん、いやもうぜひぜひ預けんさんも行ってくださいよ。蒲田で勝てないよって。ああ、うん、山ちゃんのせいかな、はい、うん、あれこれまた来たな。あ 4.5 歌い切れば中森明菜かよって。いやちょっとおかしい。ダッセなおにぎり。すいません。あ 4.5 これまた 4.5 それ 4.5 4.5 らしいですよ、ね、噂の、うん、どこまで行くんだろう。 TK のバランス悪すぎやって、うん、おにぎり使えねえな。いやいや まだ。はい、これ一つ目。警備のおじさんもう引退しろ。はい、来たーと思うね。あずけん、夜、今夜はこの格好で交通警備する。そうですね。適当すぎやん。他店実名言ってて笑う。あずけんの偽物語がまたまた渡ってね、言ってますけどもね。もういい、最近ほんとパチンコやってないからね。鈴丸打ってるの最近パチンコ。全然打ってないっすね。打ってないの。あ、けど、あ、打ちましたけど、もうほんと言ってないです、正直言うと。女の2人連れてた女の子と。あの子たちとは別の店行きます、ね、違う、ごめん、それ言っちゃダメだった。あ、ごめんごめん、言っちゃダメだった。ごめんごめん、間違えた間違えた。いや たまに相手放送見るんですから、やめてもらっていいですか。確かに、非常に誤解を生む。いろいろ誤解真似て帰るから。そうですよ、誤解しかないですそれ。でも平塚だったらさ、あれじゃない、競輪とかもあるもんね。そうですね。あ、平塚競輪。平塚競輪。この年末もここグランプリみたいな平塚。いやもうすごいっすよ、レストスペースがすごいっすね。あ、そうなんだ。へー、いいっすね。競馬と競輪はもうレスト半端ないですね。あ、そんななんですか。あ、そうなんだ。だからあのテレビつなごうって言ったんですけど。はいはいはい。あ、店内にってことですね。あの法人だと35万くらいかかるんですよ。そうでしょ。本当そう。あ、その競輪チャンネルとか契約するとどうですか。はい、マジで。ちなみに俺先月からあのレースチャンネル登録しました。おめでとうございます。だから家でもいつでも全部見れます。やばい、それ祝預け。任せてください。スカパー導入。スカパー導入。全部見れますから。やばいっすね。安心してください。安心して、やっぱあなただけです、安心してんの。全然家から出ないですからね、だからね。楽しくてしょうがないですね。本当に楽しくてしょうがない。いや、TK 全然来ないな。ね、TK って当たり搭載されてんのとかね、されてると思いますけどね。あずけんはパンスト被りますかって、パンスト被りますかって何の話ですかね。パンスト被りたいですけど ね、 俺もね、プライベートで、あずけん協楽の仕事にシリーズ、また出ます出ます出ます、うん、仕事にシリーズ、うん、出ますよね。出ますね。出ますよ、はい、うん、赤のスタンバイモードで当たらないんだから青で当たるわけな、うん、まあそうですね、はい、さっきのやつで、鈴丸5回もやったのって、何を何を5回もやった、何をやったの。5回ですね。5回多いな、多いね。おむすび彼女できた。いや、できませんよ、紹介してくださいよ、誰か。できてないの。いや、去年のクリスマス前に振られたんですよ。なんかいそうだけどね、おむすびね。いや、いたんですよ、ちょっと前まで。あ、そうなの。いや、はい、だからなんて人、お茶漬け。いや、お茶漬け、違う痛い二人じゃないですか、それ。お茶漬けとおにぎり。こんななって。お稲荷こんななってんでしょ。おかえ。こんななって。違う。人の元からバカにするな。いいじゃないですか、もう過去のことはもう。過去のことですからね、本当に。覚えとけよ、あ、そうなんだ。そうです、そうです。だから今ちょっとフリーなんですよ。今でも何、ストーカーしてんの。してません、してません、別に。ストーカーはしてないですけど。横浜行ってんすか。いや、行って、横浜行ってない、行ってない。え、いや、横浜まで。いくつの子だったの。21っすね。え、おにぎりっていくはいくつだっけ。僕27です。まあ、じゃあ大丈夫だ、ね、はい、まあまあ、ちなみに付き合った時は19でした。ああ、そう、はい、それは付き合ってたって自分で思ってる。いや、ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい。いろんなとこ行ったんですよ、写真も撮ったし。ずっと妄想だった。おかしいおかしい、2年半の妄想、それ病気ですか、それ。写真も盗撮で、ちょっと違う、なんか全部ブレてるの、こういう感じでみたいな。全部ブレてる。一緒に写ってるんだけど、遠くに。待って、俺の2年間はちょっと待って、どうかしてるでしょ、それ。こんななってる。俺の思い出が実は作られたもんだったみたいな。やめてやめて、怖くなってきた、自分のこの2年半。やめてもらっていいから。いい思い出だと思ってたのに。
あ、そうなんだ。そうですよ。でも今募集中みたいな感じ。はい、そうですね、今募集中なんで、もうぜひ、もう、あずけさん紹介してくださいよ。お、いいですよ。え、います、そういう方。ちょっと待ってください。はい。今アプリでね。アプリ、ちょっと待って、アプリアプリじゃない、いやいや、普通に連絡先とかにしてください。いやいやいや、本当に。なんすか、アプリって。アプリでね、はい、ラクラクトークっていうのあるから。なんだラクラク。え、ダメ ?100% 出会い系じゃないですか、別に。ダメ、俺がやればいいだけの話じゃないですか。ものすごい、あの、ものすごいあれですよ。いや、どうせ桜ばっかりでしょ、そんなの。そんなことない。いや、ちょ、なんでそんな今日。そんなことないよ。いや、桜ばっかりですよ、ああいうのは。あの、一時の755みたいな感じですよね。一時のね、いや、ほんとそう。ねえ、落書きライブとか、そんなんでしょ。そういう系でしょ。おかしいね。いやけど、あれですよ、はい、あの時代はやっぱミクシーが一番出会いましたよ。ミクシーとモバゲー。あ、モバゲーですか。走りぐらいですよね。おむすびは今何回転。今すいません、最初からなんですけど、まあ、337回転ですね。あ、そうですか。はい、聞こ配信は TK 当たり見れませんでいいんじゃないですか。いやいや、絶対見せますよ。奥さんの前でギャンブルとはやりますね。言っちゃいけないお金も使っちゃって放題ですね。使いませんよ。仕事にどうだろう、 AKB の続編出すって噂もあるし。ああ、そうですね。ライトだけど昨日と合わせると何回ぐらいって、何回転ぐらい、何回転ぐらい、昨日どんぐらい回しました。でも何回転っていうか、いや、見ないと分かんないですね。あずけ、ギャルの娘は元気って反抗期あったんです。まだまだ反抗期ですよ。ガンガンっすよ、マジで。ギャルなんすか。娘ギャルってきついっすね。ギャルじゃないですけども、はい、なんかもう、まま、ちょっとやんちゃなんすか。やんちゃもいいとこっすよ。へえー、たまったもんじゃないですよ。たまったもんじゃない。こっちは、おにぎりの彼女はただの幻かよって本人が言ってる。いやいや、リアルリアルリアル。あずけ豆柴店長も分かる。そうですね、分かれたって言われたね。いや、あのね、僕そのネタ面白すぎてやばいんですけど。やめましょう。いや、もう裏話も半端ないじゃん。やめましょう。はい、右に曲がります。はい、右に曲がります。はい、右に曲がります。はい、気をつけて。悲しみに曲がりますよ。はい、やめましょう。やめましょう。ラクラクトークはよっつって。ラクラクトーク。おにぎりは子供の頃妄想の友達と遊んでたら。いや違う、リアル友、リア友です、リア友。あ、そうなの。おにぎりを狙ってる女の男の子は何人もいるよ。いや、もう全然、もうあの遊びに来てください。ニコ生見せて、こんなんでもいいと思える人がいればいいねって。ニコ生見せれば金ないのもイケメンじゃないのも分かるから。まあ、なるほどね。ねえ、他人の不幸の話は蜜の味です。よく言いますよね。もうおにぎりも、妄想になっちゃいなよ。今までもお疲れ様でしたって。はい、はい、お疲れ様でしたって。おかしい。お疲れした。全然、すいません、はい、戻ってまいりました。あ、おかえりなさい。あ、アズル帰ってきた。戻りました、ね、やった、よくやかった。やっと戻ってきた、はい、やっと戻ってきました。やっと戻ってきた。早くおにぎり打って。あ、俺打つ。どういう状況ですか。あ、じゃあ、あの2人でいますか、ここ。うん、疲れた。え、MC3 人ですか。いや、まさかの。MC3 人多いね。じゃあ、僕、あの、僕打ってますよ、今日。ちょっと、絶対 TK 当ててやる。で、ここはもう、鈴丸にさ、もう言ってもらおうよ。全部。全部読んでもらおう。あ、いいですよ。俺はもう、運転してるわ。どっからですか。運転で運転。タクシードライバー。ねえ。どこからかな。はい、鈴丸、豆柴の別れ話詳しく教えて。ごめん、教えられないから。ちょっと教えられないから。いろいろね、いろいろ、いろいろ問題あるって。そうね、平塚に行きたいから迎えに来て。お、お願いします。あ、ぜひぜひ。はい、行きまーす。平塚行きまーす。預け、最近近所のホールに 0.1 円コーナーにかなりの台数入った盛況ですが、入って盛況ですが、経営的にかなり厳しいのでは。 0.1 円厳しいに決まってますよ。 0.1 円入ったところあるんですか。どこ。いや、近所のホール。あ、自分の近所のホールですね。多分ご近所のホール、多分厳しいと思いますよ。 0.1 円すごいですね。 0.1 円はちょっと厳しいですね。なかなかちょっと厳しいですよ。ただ ね、まあまあまあ、予演とか併用してやってるんだろう、問題ないと思う。まあ、そうですね。はい、預けん TK って何なんですか。何なんですかね、これ、まあ、何なんですかね。廃棄物まで行けませんけど。参拝待ったらしい。何回回ってんのだって、それ、もうすぐ全体だと多分400行きますね。やばいね。多分打ち始めてだとまだ250とか、そんなものと思いますね。え、当たってないですか。当たってないです。当たってないですよ。全然、まあ、全然当たってないです。マジですか。途中打ってない時間もありましたけど、当たってないです。鈴
鈴丸豆柴のぶっちゃけして、いやちょっとね僕の口からは言えないです本当申し訳ない、なかなかな案件ですねそれ。タグ付けかなこれ、うん、なんだろう、一番ずっと あれですね多分、うん、あの市場に、はい、そうされてます ねドライバーさん、パチ業界の向かう先を教えてくださいもうさ、これ絶対さ、業界の人間でしょ、だって業界の、どう考えてもパチ業界の向かう先はもう闇しかないですけども ねまあでも、ね、新しいこと考えてますよ。そうですね、あの業界もこうやって今、ユニバーサルが、ね、プロジェクトマッピング搭載の、あ、はいはいはい、新しいこと考えてますよ、いろいろ、ね、新時代、パチンコの玉の代わりに別のもんが出てくる、はい、何が出てくるんですか、かまぼこです、かまぼこ、かまぼこ何その生物なの、そうですそうです、やめてやめて、加工品前が、ほんとほんとほんと、誰得なんですか、玉はダメだ、臭くてしょうがないでしょパチンコの周りピーナッツ、ピーナッツじゃピーナッツ千葉県限定じゃないですか、そんなもんたまに柿の種やって詰まっちゃう当たりです、当たりですか、なんだこの野郎って小当たり、小当たり詰まってんじゃねえかってもういよいよおかしくなってますね、業界やばいです、とりあえずオフ会やろう、おにぎりどうする、オフ会いいっすよ、おにぎりオフ会、それともやっぱ平塚オフ会、あずけんさんオフ会、あずけんオフ会いいんじゃないですか、いいですか、多分みんな来ますよ、女性限定ですよ、あ選んでいく、水着で選んでいく、水着でやりますから、水着ですね、女性限定でも男性も水着で来たら OK です、これあの関係ない関係ない、ね、大磯ロングビーチとかでやりましょう、大磯ロングビーチやりましょう、すぐそこなんで、ね、やりましょう、ロングビーチ超楽しそうじゃないですか、大磯とか言える範囲でいいから豆柴別れ話しては気になって寝れなくなるから、どんだけ好きなんですか、言える範囲って、いや言える範囲が多分ないからあれだと思う、言えないんじゃないですかねえグローブこれは言わない、これ言え、これちょっと言えないですね、激安ですよ、本人に聞いてもらった方がいいと思う、激安ですよ、はい、とりあえず東京近辺だと 0.1 円は楽園って呼ばれてるお店、え言って楽園これでも言っちゃったよ、じゃこれって楽園なのか、楽園、え楽園ですか本当にって呼ばれてるお店、あのやばいやばい、それは円楽の方です、いや違う、それ円楽でそんな間違いパー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 の方ですね、ねこれね、むしろバックしかできません、うん、バックしかできないんですか、えバックしかできないんですか、できませんできません、TK はいつ撤去しますか、それまでに1回打ちます、明日来てください明日すぐ来て、早い早い、明日すぐ来てね、早い市場に追加された脳内に彼女ができる本買おうよ、ありがとうございます、勉強します、市場市場市場ですかね、市場です、うん、マッピングは花火だよ、そう花火ね、花火ファイナルでしたっけ、パネルは確かね、すごいですね、楽園のキャラクターと関東飛行のキャラクターでいるっていやいやだけ、ね、失礼だけですか、気のせいです、これ気のせい、オリジナルです、これだってあれですよ、完全オリジナル、あずけんさんが手縫いで縫ってるんですから、そう失礼ですよ、失礼ですね、受注発注してますから、はい、ドライバーさん、この台玉が白くてヌルヌルしてるおや、それはけしからんですね、けしからんですね、けしからん、それで済んじゃう話だ、けしからん、けしからんぶ、あずけん仲しい夫婦のぶっちゃけお願いします、いや、仲しい夫婦は仲いいよ、うん、全然仲いい、まあ、新婚ですからね、まだ僕、同級生なんですよ、あ嫁さんが、あの仮面夫婦と、そう仮面夫婦と、言い方仮面夫婦全然仲良くないじゃないですか、それあー、そうそうなんですよ、あ、平塚だ、そうだそうです、そうです、高校近くで、たまり場にいつも一緒にいた子なんですよ、亀夫妻ね、だいぶ普通の夫妻ですよ、預けんオフ会ではポロリありますか、あります、ポロリしかないじゃないですか、あります、ポロリしたいんですよね、むしろポロリやりましょう、大磯でやろう、大磯でね、大磯でポロリしたら大変なことになりますけど ねやっぱり捕まっちゃいますね、鈴丸早くメガネ屋の女の別れた話して、メガネ屋、何それ、ゾフだ、ゾフ、何ちょっとブレーキかけますよ、はいはいはい、危ないです、はい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 、で、どうなの何のためのブレーキが、後ろに向いて、後ろ、鈴丸、鈴丸どうなの、休憩だどうなので、メガネ屋ってことですか、メガネ屋ってなんすかね、またちょっとバックしちゃうよ、俺、ね、理由はちょっと後ろに入れるから、ちょっとね、バックしちゃうよってなって、メガネ屋の店員ってどういうことですか、メガネ屋の店員、またちょっとね、まあ、詳細わかんないんだよ ね豆柴店長とメガネ屋の店員って何か関係ある、ああ、そっちですかね、そうか、そっちですか、何ですか、メガネ屋の店員関係あるのってことね、なんだろうな、池澤さんは他店の名前ガンガン言ってたなって、
そうなんですか。関係ない、関係ない。全然言ってましたね。鎌田の楽丸にも 0.1 あります。うん、あります。楽丸。あ、改装してましたよね、去年確か。ああ、ごめん見てきましたよ。あ、本当ですか。ヒット。あれ当たってる？でもね、当たってます。え、あ、いいんだね。いや、こっちは当たってないですよ。鎌田の 0.1 売ったんだけど、はい、打ってきたの。何がびっくりしたってさ、はい、弾が減らないのね。いやいや、本当にして。あ、全然減ってね、はいはい。ちょっと面白かったのが、はい、ね、1800発ぐらい出たのよ。はい、ちょっと、ああと思って、で、それを持って交換しに行って、はい、あの、ジュースどうぞ。はいはいはい、取れます。あ、すみません、これレッドブルを刺したら、あ、すみません、それ取れませんでした。いやいやいや、1800発ある、計算してください。1800発で取れないってどういうことだって切れたの。あんた打ってるぞ、これ 0.1 ですよって言われて、うん、あ、で、あの、缶コーヒーにしました。缶コーヒーとスルメにしました。缶コーヒーとスルメにしました。相当ですね、それ。まあでも 0.1 円だ。レッドブル取れないんですよ。レッドブルが取れない。1900出してもレッドブルは取れない。これこういう状態にしたの何が悪いって、本当パチンコ業界悪いですから。真面目な。いやいや、本当に。まあそうですね。いや、まあけどね、最初だってだって普通に4円で遊べるようにしたらいいんですよ。はいはいはい、そうですね、そうですね、確かに。そう、まあね、価格値下げ交渉みたいな。1円とかゴッソロ最初に入れたのって、うん、あの、まあ、そういうのもあるかもしれませんけど、まあ、幅広い世代に楽しんでもらう、はい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 、いうのももちろんあったと思うんです。あれやってしまったのはダメですね。まあ、ちょっとやりすぎました。そうですね、やりすぎましたよね。あずけんは圧力のこと好きですか。好きですよ、どっちかというと。どうなんですか、どんぐらい好きなんですか。どっちかというと好きですよ。どちらかというと、うん、どちらかというと好きです。好きな方ですよ。ああ、なるほど、はい、よかったですね。さあ、また来た。当たったら潮吹く。潮吹き台とか出ないから。どうですか。あの、ジューシーハニー 4D とかさ、出る出る出る。それはテンション上がりました。あ、赤スタート。これなんか順番さっきと違うんですけど、なんかあるんですかね。どっからなんですか。あ、それ上ランプついてます。ラン、はい、点ランプついてます。いや、ついてないですけど。黙っててください。ごめんなさい。じゃあ黙っててください。いや、さっきより明らかに熱いんだけどな。さすがに TK は当たり見たいけど、やっぱおにぎりだもんな。いやいや、ちょ、待って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 くださいよ、もう信用してください。ね、いやいや、無理ですね。いやいや、やってやるって。やってやるって。だって赤スタートですよ、これ、ちなみに。スタートですよ。頑張れよ、頑張れ。で、2つ目 TRF、はい。頑張れ。あ、いいっすよ、コメントやってください。頑張れ、頑張れ、頑張れ。中氏の奥さんは綺麗ですか。どうですか。いや、俺見たことないよ。あ、ないですか。ないないない。あ、じゃあ僕しかないのかな。うん。僕はいつも、今日は綺麗だねって言ってます。え、鈴丸が言うんですか。そう、誰でも言う。だから、会ったら、会ったら今日は綺麗だねって。今日調子いいねとか、そういう感じです。頑張れ、おにぎり頑張れ、おにぎり頑張れ、いけるか、いけるか。全然いかない。はい、ダメ。頑張れ、頑張れ。いや、もう終わってます。終わってます、終わってます。ダメなの。まあ、多分ここから発展、発展するんじゃない。いや、発展ない。ないですね。もう一回、まだ発展するよ。いや、違う違う、もう、もうない、もうない。保留使ってんすよ。もうない、保留使ってんすよ。素人かって。素人やな。豆柴の元カノはメガネ屋じゃなくて元バイトだよってありますけど、あれ、アズールさんは豆柴店長知ってるんですよね、はい、そうですね、伊勢崎で一緒にやってましたね。彼女知ってるんですか。いや、知らないです。彼女知らないです。彼女、だって横須賀の、ここでしたもん。あ、そうなんですね。そんなこと言っちゃダメじゃないですか。そう、ダメですね。あ、絶対ダメですね。いろいろ言っちゃダメじゃないですか。絶対ダメですね。わー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 。しばちゃんごめんね、それ。気のせい、気のせい。いろいろ、いろいろ言っちゃったけど。はいはいはい。それだけにしようかな。昨日の小田原配信、女性従業員2人出て、豆柴店長が下ネタ連発してました。あ、そうですね、2人出てましたね。けしからんですね、それ。かわいい子2人でしたよ。それはダメですね。平塚も出しましょうよ。下ネタですか、うん、それ出すってどういう出すですか。いやいや、俺も出しますよ。ブツですか、ブツ。皆さんも出しましょう。違う違う、じゃあ女の子を出せって話ですか、うん、女の子出しましょう。何を出せじゃないですか。そしたら私も出しますから。いや違う違う、それあのご返杯みたいになってませんから、それ。あー、そうか。平塚もね、あの可愛らしい女性多いですからね。ねえ、スタッフが。そうですね、スタッフが本当に。いや、僕もあんまりね、女性スタッフ会ったことないんですよ。お店見たことあります。いや、僕ね、このあの夜に来るからかわかんないですけど、一人ぐらいしか大体いつも会わないんですよね。そうですね、昼間の方がいらっしゃるんですかね、やっぱり。実は逃げてるんですね。逃げてるっておかしいですよ、はい、どんだけ切られてるんですか。実は逃げてる。いやいや、2週間に1回しか俺 いないんですよ。実は嫌いなんです。どんだけ嫌いなんですか、だって。嫌われるようなことしてないですよ。
今のアマって平気でハマるから怖い。そうね、本当怖い。ライト緑ですけど全然本当怖い。これアマってやっぱ400ハマるとかって信じられないなって思うんですよ、昔と比べたら。だから900ハマりますから。そうですね私は北斗の拳で970ハマりましたえ、アマですか。アマです。あの、5ですか。5じゃない、あのまだ赤い筐体の時の あの前の初代じゃん、うん、あれの北斗の拳のアマで970までハマって、もう脳汁出まくりっすよ、どうすんのこれと思って、もう戻れねえと思ってもう戻れねえと思ってあそしたらあのちょっとその後14連チャンしましたけどね14連チャンで終わった、終わった。パチ業界をダメにしたのはオンラインゲームで提供している北斗のメーカーとかあるから、業界の人は本音言わないんですか。いやこれ別に関係ないですよね。何がオンラインで、あのなんだっけ、37なんちゃらとか出してるじゃないですか、うんうん、どっかの会社が、うんうん、あれってやっぱ関係あるんですかね。どうなんだろうね。あ、ボーイミーツガール入りましたよ。黙っててもらえる。すいません真剣な話してるんで。あ、すいませんすいません。今この業界会社あって、これも、いや、これが今の業界だ。あの、喋る時は、喋る時は挙手してから。あ、すいません、わかりました。熱く語ってるんだから。すいません挙手してから黙っててくれよ。はい、涙出るとこだった。涙出るとこってなった。おにぎりルパンの時は結構引いたのよね。ねえ、え、引いたんですか。来ないか。いや結構聞きましたルパンは。すげえ、なんかね、覚えてないの。あ、なんか出てくる。飛び出る。トミ、アミ、アミ。なかった。あ、そう。天ランプつかなかったら外れ。天ランプついてないです。全然つかないです。鈴丸中氏の嫁は誰に似てる？キリタニミレ。え、めっちゃ可愛いじゃないですか。うん、嘘でしょ。キリタニミレ。似てるかな。ちょっと会いたいなそれは。あ、今度写メ見してもらおう。いや、そうすればこういう風に言っとけばなんか後でもらえるでしょ。あ、なるほど。もらいます。確かに会いたい桐谷健太、写真後で見せますか。桐谷健太会いたくない。桐谷健太平塚平なんでルーキーズ。ドライバーさんちょっと会話の行き先を案内しろよ。間違いない。こんばんは。あれ緑のやつあんた誰だ。おにぎりが嫌われてんだよ。嫌われてるってなの。全然会ったこともないですから。昨日は豆柴が女の子にいっぱい出たとか言わせてます。ふざけんなよ。これダメですね。俺も言いたいよ。いや言いたいの。どうぞ。じゃあおじさんやりたかった。アズルさんに言ってもらって構わない。行こうかねえ、ねえ行こうか。アズルいっぱい出たっつって。アズルに言ってどうする。中村君に言ってどうする。出てんの。アズケン天むすのことは好きですかって。どうですか天むすって。天むす、天然娘ですか。あなんか、あ、それなんかすげえ昔ってなんか AV 天然娘天然娘 AV 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 なの。いやこれ俺あんまりほんと AV 見ないからわかんないの意外と。天然娘見えて僕も見ないんですよ。なんかちょっと本当に本当に見ないですよ。もうねこの人おかしいこと言ったよ今。僕も見ないですよって、ね、真顔で言って2秒も経たないでこっち見て笑いました、ね、とんでもないよそこで。完全アウトですよ。あ、おにぎりが来るときは客もドッと帰ってくもんね。いやおかしいでしょ。俺のせいで稼働下がってるみたいな、うん、女の子出さない代わりに預けんの何ポロリで我慢してる。それで視聴者満足できるんだ。すごいな。そうですね。いいんですか。ね、本当にありがとうございます。おにぎり黙れ。まずですね、その下ネタになってからね、NG コメントが増えるっていう。いけませんよ皆さん、ね。いけませんからね。もう下ネタなしでいきますから。あ、もうここからはなし。ここからはもう大人でね。大人でですから皆さん。もうやめましょう。ポロリ。はい、C でいきましょう。やめよう。ポロリ。ポロリ。ポロリ。まだいいですけど。ポロリ助長してるじゃないですか。ポロリはやめましょう。つうかコメント読みがおにぎりより上手。いやもうやっぱ最高ですよ。さすがアズケンさん。上手ですよ。俺来週から打ちますからもう。はい。それでいきますかじゃあ。はい。打ち戦で。ルパンのアマで800ハマり、ロトパチで150ハマるからな。15バージョン。ロトパチで150やばいです。やばいですね。まあ、ルパンはまあまあなあ、まあ、けどやっぱありえない数字ですね、800はね。ねえ、ルイージの帽子いいね、褒められてます。おー、ありがとうございます。これルイージじゃないですよね。タクシータクシータクです。タクシーの運じゃん。ねえ、L タクシー初乗り800玉だ。うまいうまいうまいなー。 L タクシーうまいなー。非常にうまい。
あ、緑のあずけんさんだったか、はい、おにぎりいらないじゃないか、いやいやいや、ね、だって機材さえあればもういけますよね、打ち手、打ち手、打ち手として参加しますね悲しいこと言うなよ、おにぎり俺は好きだぞありがとうございます。いや、もうあずけんさんだけですよ、そんなに言ってくれるのも、あずけんさんまで、本当に良かったな、あれだなあれ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 、あずけんすずまる本当に良かったなって、前はおにぎり出てただけで、うん、炎上だったから2人の表情もだいぶ変わったぞいやね、本当におにぎりやばかったからね何疲れてるの。いや最初来た、うち来たんです、最初、はい、去年、うん、一昨年か、一昨年ですね、一昨年の12月ぐらいですね。もうあの北斗がもう炎上して北斗の剣6でさ入ったばっかの剣炎上しまくって剣王がそうですね大炎上、あのジャギのことずっとシャギって言ってたんですよかわいそうな、お前なんだって言われて、だから何回も言ってんじゃないか、シャギシャギじゃねえジャギだよってコメントがすごい来るっていうかわいそうな話なの、ね、あんなことありましたね、だいぶ炎上してましたからねあの時の僕のマーケティングだったんですよ、あれ鈴丸 AV あまり見ない、1日3時間程度、いやいや 見れないですよ AV だって。お、え、何ライブ、久々に役物動きましたよ、すいません、分かってます、分かってます、お願いします、お願いします、もうそれ歌うならいいよ、歌ってください、歌うならいいよ、歌って、チンスさっきのさ、そのかぶせんのやめよ、あ、ダメなんすか、なんか俺が滑ったみたいな感じ、いや違う、いやいや、やめてもらえる、一緒す、一緒、それはやめてください、ほんとそれ普通に嫌がってるそれだけは、赤カット、おこれでもいつ光るんですか、これ、お思ったんですけど、これ頑張れ、あ、当たる時、当たる時に光るんですよ、頑張れ頑張れ、お、3、頑張れ、さっき、頑張れ頑張れ、ある、頑張れ、嘘だろチックス、チックス、マジかよおにぎり、もうミルク出してください、バスゲーム、ミルク、ミルク出してください、いっぱい出た、下ネタ禁止だからね、賛成、下ネタ禁止、ダメだよ、はい、もう MC はつろくさんとあずけんさんの2トップでいいよって、いやさよならおにぎり、はい、ありがとうございました、あれ右の台の女の子の名前はポロリでしたっけ、そうですね、ポロリです、ポロリですね、キクリじゃなくてポロリですね、はい、おにぎりが来ると平塚から人が 99% ぐらい、いつも変わんない変わんない、大丈夫ですよ、画質悪いって、画質悪いですか、画質悪いですか、今そんなことないですよ、なんでおにぎりは全力で TK 評価を下げます、いやちょっと待って、俺だけじゃないでしょこれ絶対、三世に怒られるよ、いやもうかかってこいですよ三世、この個人タクシーあれだろ、運転手その日の収支でメーター値段変わる間違いない、ね、間違いない、もう上げてるみたいなね、俺も一回タクシーやってみたいですよね俺あ、そうなんですか、タクシー本当にやってみたくない、え、二種持ってるんですか、ねえ、タクシータクシーですか、いや二種取れればすぐですよ、いやいや、もう白タクに決まってんじゃないですか当たり前じゃないですか、捕まるやつ、いや本当にね、一回やってみたいと思わない、全然いいっすね、でもさ、タクシー運転手話してみたいと思わない、いや確かに、あ、まあ、それはわかりますけど、さ、後ろでさ、なんかどこどこって言われてる、はい、二人でイチャイチャしてる、見てる危ない、前向いてください、前、あれ、あのドーンですよあ、すいません、事故起こしました、すいません、僕の前の方も事故起こしました、いや、ちょっとうるさい、うるさいそれ、白タク最悪ですよ、2400円です、高いやろ、白タクおい、おにぎりという男、もう5分切ったけど当たるのか、いやもうちょいです、今も全然変わってないけどな、皆さんは、戸塚のあんちゃんと行ってミルク行ったことありますか、ないですね、ミルクはない、ミルクの方はない、ミルクの方はないけど別あるんですね、別あります、でミルクジャジャマルーピッコロポーロリー、懐かしいやつですか、ポーロリーですね、ポーロリーですね、 TK とギフはどっちが掲載ですか、ギフです、え、嘘似たようなもんじゃないですか、似たようなもんじゃないですか、まあそうですね、まあ信頼か信頼じゃないか、ギフ好きな方結構いらっしゃいますね、うん、ダメじゃんおにぎり、もうちょい、もうちょい、まあまあ落ち着いて、今青堀流だから、だから点ランプなかったら外れだってば、いやもうこれ多分おにぎり使えねえぞ、いやこれ電球入ってないんだ、もダメだ、電球入ってないんだよおにぎりはプライベートでパチする、あ、しますよ、あ、最近だとあのちょうど今打ってるあの地獄少女 TK 今打ってる、あ、 TK じゃない、 TK は打たないです、うん、キクリキクリ打ちましたよ、おにぎり一言言わせてもらおう、はい、達成しょうがねえこれ、うるせえと、まあまあしょうがないな、 あおにぎりいたんだ、いたわ、ずっといたわ俺、 TK は俺が回してた、 TK は俺が回してたお前 TK 回してねえでこの会話回せや、何
何言ってんの、打ち手じゃなかった、ごめんなさい。いや今日なんか喋れる人いるから安心だなと思ったら、ね、すいません。天ランプは大体変動開始の時光るかな。へえ、あ、そうなんだ。こういうのもっと早く欲しかったよね。ねえ。でもでもインカも光ってないから大丈夫。ねえ、 TK 詳しい人いるんですね。皆さんは今年のバレンタインデーは何個もらえそうですか。あら、あずけんさんだってもう娘さんから、ね、嫁さんギャルからもらえる。ギャルから娘の作らなきゃね。え、そうですか。去年なんかしたっけ、俺作ったもん。多分それみんな男の子もらってなんかすげえ。まあけど、おにぎり以外は全員もらえます。いやいや、俺も一つは もらえますよ、多分。あれっすね、吉江さん。そうそう、吉江さんから、吉江チョコがゴディバ返すね、ゴディバ。ゴディバ、お返しゴディバです。シロルチョコゴディバに変わる。なんでアズールもね、もらっちゃうもんね、チョコ。そうですね、うん、いいね、ありますね、もうみんな、はい、いやらしいね。いやらしいね。進まれます。ありますね。あ、じゃない、うちない。うちバレンタインとかないんですよ。そのメガネ屋の女の子と。だから僕メガネ屋じゃないですから。誰メガネ屋。とばっちり、ね、誰とばっちりのメガネ屋。しかもなんかちょっとメガネ屋の女の子ってすごいいいじゃないですか。ねえ、なんかちょっとインテリっぽい感じですか。メガネ屋、メガネ、何してんすかさっきから。3世かかってこいっておにぎりガロケン刺されまくんぞ。否定できないですよ、それ。次回は TK じゃなく池澤 ED 物語打ち。ね、怒られるよ、もう。全然 ED じゃないから。ED じゃない。全然違う、ね。最近はそんなにぐらいでしたね。これ、いや、これやばいね。ドライバー図鑑、魂の一言。お嬢さん、俺のシフトレバーを握ってくれ。大事ですよ。大事ですよ。これやばいわ。これナイスだね。さて、2時からキコーナーのお時間だけど、おにぎりじゃない、ね、まあ、これ最後青堀湯来たんで、これぐらいでちょうどにしますか。そうですね、はい、福岡からこんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。福岡からこんばんは。福岡、いいな、福岡はいいんじゃないですか。いいな、行こうよ。行こうかな、福岡。いや、いいじゃないですか、福岡。行きたいんだよ、福岡。何でしたっけ、うん、福岡に、なんか、中洲、中洲、屋台、屋台、ラーメンとか。行きたいんだよ、俺、福岡。どうせ女性でしょ、行くよ。どうせって行くよ。おい、佐野みどり坊、トーク交通法違反で逮捕。うまいこと言いますね。うまい、本当にうまい、ね、じゃあ、ここからですね。はい、これから友達とご飯食べ、いいな、行きたいな。今から、今から飯行く。設定7さんだから伊勢崎にいますよ。嘘、伊勢崎周辺に。あ、結構近いっすね。カキン君と、ね、よく喋ってるらしいですよ。これからも私行きたいと思います、ね、それでは。誰の声。あの文言ボード壊れます。田中真彦みたいな声ですよね。2時だよってありがとうございますね。はい、おにぎり嫌がらせでゴキブリ100匹送ってもいいですか。ぜひエンデックまで。喜びますね、はい、変態じゃないですか、うん、はい、ということで、ね、じゃあエンディングです。あの焼き鳥さんのやっぱエキストリームパチンコ、あ、エキストリームスロット、はい、はい、あのパチスロー、そう、あれをやっぱゴキブリの中でやると。ゴキブリ待ってる中でやる。まあ確かにそれはエクストリームですよね。そうですね、はい、ということで、いや、あずけんさんこちら来ていただいて。あ、そうですね、はい、せっかくなんで、あずけんさん今日久々にやっぱ全体像、相変わらずスタイルいいなみたいなコメントも多分来ると思うんで、ぜひ何、穴がち嫌じゃない気分で行く。どうぞおにぎりもさ、うまいこと言うよ今。ね、穴がち嫌じゃないなと思ってしまった俺が。そんな俺がいる、こんな僕が嫌だ。穴がちって、いいですよ、ね、愛されてますよ、ね、はい、ということでね、はい、皆さん、もちろん真ん中。いやいや、俺さ、外でしょ。俺外でしょ。いいですね。この絵面。はい、お疲れ様でした。ということでね、まあ、本日は、俺は外だからさ。まあね、寝台のね、触ってるとこおかしい、触ってるとこおかしい。そっち系になっちゃいますからね。ということで、エロージなんで。エロージ。ルイージじゃない。いいですね。はい、ということで、本日はね、寝台の、プロジェクト TK を中心に、まあ、打ってまいりましたけども、いや面白い台でしたね。本当やっぱり三世さん面白い台作りますね。手のひら返しが半端ないじゃん。さすがですね。全然飽きないもんね。あ、じゃあもうこれもしかしてね、平塚店 TK 増大ありえますね。マジですか。いや、皆さん、これは飽きないねえ、うん、このね、さすがに何組をつけたっていうのはやっぱりこれ美味しいね。ね、確かに、うん、ね、お得感もありますしね。
だって何つったってレバーついてますからね。そうですよ、ね、やっぱこれね確かに結構前からついて、ね、画期的画期的ですね。はい、三瀬さん、三瀬さんすごいわ。そうですね、まあ、はい、いりますか。いりますか。近日増大予定ということで、ね、予定は未定ですからね。な、はい、なるほど、ありがとうございますね。予定は未定。福岡に人気コーナー出店してとかね、いや、はい、したいですね。ね、今日の、はい、何もない1回こう飛べばよかったやってよ。 ね、すみません、福岡には出せたぞ、言い返しろよ。いや、まあね、音が聞こえないからやっぱり、ね、意味がない。、ね、おさわりタクシーお疲れとかね、はい、おにぎり預けにいたから、コメント500超えたんやで、感謝しきは本当はありがとうございますね。もう本当に本当ですよ、ね、それでも少ないぐらいですよね。わらわらってね、あずけん添い寝しててね、ありがとうございます。しますよ、ね、はい、まあ、ぜひともね遊びに来て、まあね、地獄少女もそうですけども、まあ、寝台ね、他にも入ってますんでね、エヴァとか。何ですね、紹介した方がいいんじゃない。あ、そうですか。あの、はい、エヴァンゲリオンのアマですね。天のアマかな、はい、天のアマ と、はい、で、まあ、今日の TK しかりで、あとあのキクリと、あとなでしこは、これはでもあれですね。違いますね。違いますもんね。あと何ある、早く。ちょっとふざけてますか、本当に。はい、あれ、すいません、全然ダメですよ、それ。はい、じゃあウィニングターン、マクロスですね。はい、まあ好きですけど。はい、ありがとうございます、すいませんね。はい、マクロスですね、うん、あとは、海ですね、海と、あとサラバウ、あ、そうですね、ヤマトですね、はい、で、あとスロットから忍者ガイデンですね。おー、はい、忍者ガイデン入ってますよ、うん、気がつかだけですから、忍者ガイデン入ってんの。なことないです。多分なことないでしょ。ちょこちょこ入ってると思いますよ。いいんだよ、それで。いや、いいんだよ、それでいいんだよ。あ、それでいっちゃえばね。初めて見てたら、そう思うんだから。もういいや、クビルードね。忍者回転。はい、ということでね。まあ、あのスロットもパチンコもね、信頼が入ってるのでね。ぜひ皆さんね、はい、遊びに来てください。そしてもう一つですね。神奈川。パチン、あれ神奈川パチンコ。いや、やっぱ冒頭でも話したあのね。はい、あの、センス、ネーミングセンスにな、ありの。かなゆう、今日ですね。今日が無理やりすぎるでしょ。今日がすごいです ね、 ね。でもこれ一人ずつ設定ありますからね、うん、ちゃんとありますね。この人、あの、はい、伊勢崎住んでるとか。あ、そうなんですか。あの、いや、嘘だと思ってる。伊勢崎は嘘ですよ。長く長くこの子はそんなピンポイントですか。あの、親があの中華料理屋さん、ちゃんとあの、そうなんだ、乗ってるんで見てみて。で、このユウはなんか湘南でサーフィンやってる。ああ、ちょっとあの、元気ある感じので、今日はなんすか、これなんかあの、それも、これあのパティシエ、パティシエっぽくないですか。これ AV でおかしいな。AV で帽子かぶって登場する女の子ってなんすか。最終的に企画もんだな、企画もんで、企画もんですじゃないですか。おかしいですよ、絵柄が古いってね、預けてね。あの、かなゆうき怒られますよ、ね、怒られますよ。はい、ね、コメント半分くらいもっと上手くならんだ、すいません、頑張ります。12、13、14、ね、そして、はい、平塚は15、16までいきます。どんなにいいのか。ないなんでそんな伸びしろがあるんですか。平塚の伸びしろおかしいですよ。ここは、ここバカにしてダメですよ。ここはもう15、16までいきますから、ね。もう平塚は頑張るってことですね。なんだったら17までいって。どんだけいくの。出すもんないよ、出すもんないっていうぐらい。ないね、それぐらいやるから、ここは。あ、もうだから、そのぐらいの気持ちでとかですね。平塚はもう気持ちで頑張るってことですね。いや、もう本気。はい。広瀬さん本気モードだから。本気モードですからね。ぜひともお願いしますよね。あずけん明日、横浜ダンディで、8時に待ってるからね。でもね、20時。行こうかな。行こうかな。横浜ダンディって伊勢崎の風俗じゃないですか。そうそう。これは？はい、ということでね、はい。まあ12、13、14もありまして、ね、そして、我々が聞こうな。ね。増えますから。ただの傍観者ねえ、見てるだけですか。はい、チンコスロット言ってないよ。おいおい、あずまさん、この人めちゃくちゃだよ。オタクのグループのグランドリニューアルでチンコスタートおかしいでしょ。今喉詰まった。今だいぶ詰まった。いや、パー詰まって、パー詰まるのおかしいでしょ。パチンコねえ、おにぎり罰ゲームだぞってね。あずけのトークが本気すぎるよってね。江戸崎店、江戸崎店ってどこが知ってますか。江戸崎店知ってます。はい、はい、あの松戸のちょい先ですよね。よく知ってるじゃないですか。あれ違いましたっけ、そのあたり。相変わらずふざけた顔してますね。俺の今のアンサーが間違ったら怒っていいんですけど、大体やってて、しかもなんかしょうがないから顔でディスローみたいな。いやいや、冒頭もこのやり取りしましたけど、俺にも親がいるんですよ。本当は相変わらずふざけた顔してますね。やばいわ。茨城です。茨城、はい。茨城、ギーか。キーです、キー。
木ってこっちの方でしょ。いや、違う違う、それは変わらないの。いや、あの城って書いて、茨城県。あれ茨城木だよ。木じゃないです。木です。木です。木です。ちょっと待って。はい。パソコンで茨城って入れてみたら茨城木です。あ、出ます出ます。いやいやいや出ます。出ますけど、読みは茨城木じゃない。いいの？いいのって言ったら、茨城木じゃない。だったらマイクロソフトに文句言ってみろ。おい。ちょっと僕行ってみろ。なんでこの番組の後半にこんなブチ切れることがあるんですか。でグランドリニューアルオープン、なんとグランドリニューアルオープン、なんとなんとここで、はい、なんと増大しました。1000、間違えた、はい、増大数400、なんと400、はい、ね、金馬車から、はい、今日何進化ですね。2月の11日11時オープン、12日が10時オープン、はい、13、14が11時オープン、はい、9時、ね、まあ、こんな感じですよ。はい、9時オープンですからね、皆さん。お間違いのないように。もうあれですよ、いろんな人来ますよ、ここは。あ、なるほど。いろんな人が来店されるかもしれないと。来ますから、いろんな人。お、行かれるんですか。お、あずけのさん来店。ちょっと遠いんだよな。なんか行かなきゃダメみたいな感じになってますけど。まあ、そうですね、距離的に、はい。でも頑張ったら行きます。あ、なるほど。その後にもまだどしどし変わりますからね。はい。そしてまた新しいキコーナーもできますし、どんどん今後増えていく予定ということで、関東にもまた増えます。はいはいはい、じゃあぜひね、まあ、まあもうあなたの町に。おにぎりの実家どこですか。はい、僕静岡です。お、いや静岡も まだねないので、しってなんですか。何のしなんですか。いや、すじゃなくて、静岡にもぜひキコーナーさん作ってくださいよ。まだ言っちゃダメなことだから。あ、え、じゃあワンチャンあるんですか。ちょっと黙っててください。あ、すみません。いや、あなたが振ったんですよ。静岡。静岡。本当に静かにしてください。もう2時なんで静かにしてください。いはい、もう ありがとうございますということでね、ぜひ皆さん、あのね、今日の江戸崎で、いや、本当ここ来てくださいよ。ここぜひ皆さんね、ガラッと変わるみたいですよ。ありがとうございます、ね、ガラッと変わるみたいです。いや、駐車場とかも一応ありますあります あるんですよね。だから全部変わるんですよ。お車できて、え、全部変わる、あ、全部変わる、オールチェンジ、フルモデルチェンジで、椅子とかも全部すごいみたい。こんなあの椅子みたいですよ。はい、え、こんな椅子全部、全部、あ、だ、台間がすごい広いです。広いです。あ、なるほど。あのソファベッドみたいな、ハーデスの椅子みたいな。一人一台。ハーデス台がこれぐらいなのに、はいはい、椅子こんな、こんなすごい、土地がすごいですね。すごい土地がすごい。前座に杖ついてる。杖いらないでしょ、座ってんだから。椅子あるんだから、いらないし。ドクロの杖がついてる。なるほど。あ、でもそんな素敵な悠々空間があるとすごいうことですね。玉 もね、心なしか大きいみたいです。それダメなやつですよ。6ミリぐらい。6ミリは出ない。6ミリだね。ガチンガチン言って。はい、ということでね、ぜひとも皆さんね、気候の江戸崎店、グランドリニューアルオープンしますんでね、遊びに行ってほしいと思いますね。お願いします。あずけんトークが本気すぎるよってことね、面白すぎてね、あ、君の親は本当の親じゃないよと思うよね、ふざけすぎると、エレマネーターに、焼き入れられるあずけんとかね、ぶっ飛ばされますね。ぶっ飛ばされちゃうよね。スーパーマリオで来ますよ。てて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 クッパですよ。クッパで来るね。完全クッパです。はい、鈴丸、横の上司をどう思いますかと、ね、あのですね、正直言うと今日は、うん、そっちサイドにいたかった。あのパソコンの見てたかった、そう、見てたかった、はいはい、あなたと同じ位置で言いたかったね。いろいろ変わる変わる言ってるけど、今日、はい、平塚の放送が一番変わった。一番変わった。一番変わったチェンジ、新しい形ね、見えましたね、うん、新しいですよ。はい、あれですね、新しすぎるでしょ、はい、おにぎり罰ゲームだぞとかね。え、おにぎり罰ゲームなんかあるの。あ、張り手ビンタ。最後やりましょうよ、それ。なんかさ、なんかこのまでマジっすかね、こんなのが係長でいいのかよってね。明日も横須賀おにぎり使ってどうでしょうね。アズール、キコ男性の、俺当てられなかったから、しっくり来ないよ。いやさ、天使の羽いきますか、じゃあ。ね、あ、じゃあなんかしっくり来ないよ。あずけんさんとアズールさんで、見てる見てる、あの、二人でこう天使の羽作ってあげてください。ど、何するの。ですね、踊ればいいの。ラララ、いや違う、天使の羽ピーンじゃなくて、違います、ピーンじゃないです。ここに羽をね、生やしてあげたんです、ここに。あ、そう、そうです。それかわいそうだな、でもなんか、いや、ちょっとね、それもね、そういうのだけはさ、あんまり俺も一緒にさ、ここなんかかわいそうなんて本当に思ってるさ。うわー、パンってやればいいの。パンってやればいいの。なんかかわいそうなのかな。こんなのが係長でいいのかよ。アズールキコダンスやる。今度やりましょうか、じゃあ練習して。出てましょうっすね。今度一緒に。あれ意外と自分出てますからね。モミジ。あれに。
あずけんタイキックの方が効くよ。あれ出てますからね。え出てるんですか。タイキック映ってます。俺映ってます映ってます。はい、え知らなかった。一番最後の気候なんて言ったら、あれ女の子で自分ですかね。違う違う違う絶対嘘だ。マジ適当すぎ。そんな絶対嘘だそれ。あれああいう可愛い顔してる、はいはい、天使の羽おにぎりの大好物。いや天使の羽前バージョンもお願いします。前バージョンおかしいでしょ。いや後ろがいいね。いやちょっと毛生えてるんでいっぱい。じゃあうわ行きましょうか。ちょ、同時同時だとお互い叩いちゃう可能性あるんで。そうですね。いや同時にしてみましょうよ。同時怖っ。これかな。いや、あの、こうのがいいんじゃないですか。天使の羽みたいな感じでやってもらえば。はい、うん、うわ、怖っ。思いっきりっすよ、マジで、うん、いやいやいや、普通にいいっすよ。いやいや、だってあの、カメラで映すんで。かわいそうだもん。かわいそうだもんってなった。そうですね。じゃあいきますよ、はい、3、2、1。あぁ、なんか俺全然叩けなかったよ。やり直します。やり直します。やり直します。でも あんまりなかったですよね。ちゃんとやってくださいよ。もう あけどあ残ってるかな。あ残ってますね。もっともっともっとこっちもっとこっちもっとこっち。ちょっと残ってるけど優しいよ俺意外と。ちょっとあの背投げ生えてるんです。すいません。あんまり優しい。ああなんか微妙かな。この辺この辺にあるのとこの辺にあるの。この前より毛増えた。そう毛増えました。ちょっとこの辺かな。叩かれたんで。こんなんでいいかな。はい一発、もう一発やっとく。いやいや、もういいでしょ。これなんで、なんで罰ゲームやったのこれところで。 TK 当たんなかったですね。そもそもなんだ。そうです、そもそもなんで。じゃあ俺もちょっと罰ゲームしようかな。おにぎり。いや、出さないで、罰ゲームじゃないじゃないですか。いいの。あの、それまた酒パワー問題になるやつ。いいの、罰ゲームしてない。罰ゲーム。あの、キングレコーズから来ちゃうんだよね。そう。アンコール。何したの。アンコール。アンコール。いや、もう上がった、上がった、上がった、上がった。はい、はい、はい。じゃあ僕の結構さついてるよこれ。え、じゃあ僕の一発いきますか。いやそうね、すまん、はい、僕一発やりましょうか。うん、いやそれがもう鈴巻の真ん中に一発いいんじゃないですか。鈴巻君やった方がいいんじゃない。あのガチのやついきますよ。この前みたいな感じで、うん、いきますよ、うん、いきましょう。映ってます。映ってないの一番辛いやつですよ。映ってますよ。はい、本当ですか。あ多分映ってると思う。3多分え2あ1あうわー強烈強烈ちょっと失敗したな。はい、時間になりましたんで、皆さん2月19日で終わりました。なんか、なんかやった。なんかあった。そうそうね、なんかあった。MC うまそろそろ時間になりましたんでね、皆さんありがとうございました、本当に。なんでしっぽり終わるんですか。はいはい。あ、やべえわ。これどうすか。これどうなってます。これやばいわ。見える。あ、え、あの、見えてます、あずけんさん。いや、運じゃなくて、運じゃないです。え、何？俺の一部始終見てました、今。はい。はい。まあ、見えますよ。まあ、時間も時間なんで。いや、それは分かって、それは分かってるんですよ。締めのタイミングとして。わかりました。じゃあ、もう、あずけさんも最後、走ってくださいよ、もう。ね、いやもうなんか何その急にタモリクラブみたいな。ねえ、はあ、はい、ねえ、ルローの番組タモリクラブだね。そのテンションみたいな。はい、ということでね、皆さん本日もねご視聴ありがとうございましたね。はい、そうですね。はい、次のパーラ平塚は再来週ですかね。そうですね。はい、26ですかね。おにぎり笑わせてもらったらどうもありがとうございますね。じゃあ23ですね。3ですね。3の、はい、火曜日になりますんでね。あ、まあ、その時は寝台は偽物ワンちゃん？いや、スロットはもういいかな。ね、ありますからね。何あんの？キャプテン翼、キャプテン翼。ナイスナイスナイス。キャプテン翼。あのですね、イケメンですね。イケメンですね。イケメンですね。圧力ですね。ですね。キャプテン。キャプテン。あ、キャプテン翼もね、ありますからね。まあそこら辺ね。ダッシュダッシュ。キャプテン。はい。まあそこら辺も、まあ見繕いながら。やっていこうかなと思いますんでね。はい、ぜひとも皆さんね、23日、何ですか。おかしい。なんで君は裸でやったんだよ。ただの変質者だよ。これ、もうやばい。パーラ平塚 MC です。なんだお前。はい、ということでね、皆さん、あずけさんも今日もね、お忙しい中どうも、いえいえいえ、ありがとうございました。すいませんでした。ぜひまたね、参加してほしいと思います。再来週も来ます。再来週も来ますかね、まだ。いいです。引き継ぎでね、勘弁、あずけんをつってね、おにぎり頑張れ、ありがとうございますね、頑張れってね。何のさ、撮影ですか、なんだお前ってね、俺が一番知りたいわ、ね。はい、ということでね、皆さん、本日もね、たくさんのコメント、ご視聴どうもありがとうございました。はい。それでは、うるさいな、締めです、締め。ということでね、それではまた再来週、火曜24時にお会いしましょう。またお会いしましょう。さよならー。
します。バイバーイ。ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございました。はい。裸だ。裸一貫。裸か。バイバーイ。おかしいだろ、裸か。裸。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。ただいま。最近どう？粛々と生きてます。これからどうするの？まあ粛々と。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。